乗客を乗せた中国行きのボーイング777が忽然と失踪。不気味なモノリスがユタ州の砂漠の真ん中に突然出現。しかしそれも同様になぜか消えてなくなります。ハリウッドで最も有名な車の一つ、ジェームズ・ボンドの代表的なボンドカー、アストン・マーチン DB5 は1997年以来行方不明のまま。ここで大きな疑問が残ります。どうしてこんなに大きなものが跡形もなく消えてしまうのでしょうか。準備はいいですか。今回の動画ではこれらのミステリーを深掘りし、何が隠されているのかを調べていきます。高さ47センチメートルのネフェルティティ王妃の胸像はベルリンのノイエス博物館に収蔵されています。まるで古代エジプトのビヨンセかのような高い頬骨、細い鼻、神秘的な微笑み、全てが石灰岩に刻まれています。でもあれ、ちょっと待ってください。彼女の目玉、そして交際はどこでしょうか。そうなんです、彼女の左目の眼下は空。では右目の交際をよく見てください。これは石英です。これを発見した考古学者たちは当初、この水晶が落ちたのだと考えました。それでチームは全力を尽くして探したのですが、どこにも見つかりません。結果、目の消失について怪しげな仮説が生まれることとなったのです。専門家たちはおそらく現実のネフェルティティは古代の目の感染症か珍しい病気にかかっていたのではないかと考えましたが、そうではありませんでした。この説は正しくない可能性が高いでしょう。彼女の他の彫像には左の眼球が描かれています。もしかしたらアーティストが怠けて片目しか完成させなかったか、あるいは作業場を去ったのかもしれません。誰だってやめたやめたと言って仕事を投げ出したくなることが時にはありますよね。あるいはこの胸像は公式な肖像画の試作品で、将来の彫刻家に目の内部構造の彫り方を見せるためのものだったのかもしれません。でもこの美しい胸像が美術の授業で使われた小道具に過ぎなかったとは信じがたいですよね。結局のところそれは職人技の傑作として評価されています。しかしこの説にはいくつかの裏付けがあり、肩の未塗装部分はこの胸像が見本として使われていたことを示す第二の手がかりとされています。しかし本当にそうだったのでしょうか。それを証明できる人はいません。分かっているのは胸像が発見された時にはすでに目がなかったことだけ。そもそも目があったとしたらの話ですが、というわけで今も謎に包まれています。古代の女王からもう少し現代的な女王へと話を移しましょう。そう、ビクトリア女王のことです。より正確に言えばビクトリア女王の失われた議会の議場について。この杖は権威の象徴なのですが、1891年から行方不明になっています。概要はこうです。銀で作られ、金箔で覆われた長さ150センチほどの杖が、夜遅く開かれた会合の後しっかりと施錠されて保管されていました。しかし翌日の午後には跡形もなく消えていたのです。第一容疑者はトーマス・ジェフリー。大きくて目立つ包みを持って国会議事堂を出る姿が目撃されました。ジェフリーは自分の作業場で使うスクラップメダルだと主張しました。また開いていた窓から大工が忍び込みケースを開けたという説もありますが、窓枠に残っていた指紋は手がかりにはなりませんでした。また一部の噂によると、誰かが冗談で杖を借りてどこに置いたかを忘れたという話も忘れてはいけません。最後にメルボルンの女性たちが取ってマリバーノン川に投げ込んだという奇妙な話もあります。様々な奇抜な説がささやかれましたが、杖は未だに見つかっていません。誰がそれを持ち去ったのか、あるいは容疑者の誰かが実際に関与していたのかも分かっていません。しかし誰がそれを持ち去ったにせよ、それが何らかの価値のある宝物だと思ったのでしょう。しかし実際には当時としては価値はほとんどなく、議会にかかった費用は300ポンド以下、現在のレートでは約5万ドルなので、確かに価値はあると考えられます。しかしもし容疑者が金目当てで杖を持ち去ったなら、議会棟から銀食器や皿を持ち去った方がずっと簡単で利益も大きかったでしょう。2020年、突如としてユタ砂漠に輝く金属のモノリスが現れました。まるで迷子になった SF 映画の小道具のような高さ約3メートルのモノリスは、宇宙的な存在や映画の撮影クルーを待っているかのように見えました。しかしそんなことはなく、このモノリスは現実のミステリーとなります。モノリスは砂漠の厳しい地域の上空で
大津の羊の毎年の調査を行っていたヘリコプターパイロットによって発見されました。すぐにその不気味な外観がメディアの注目を集め、様々な奇抜な理論が飛び交いました。もちろんほとんどの仮説は宇宙人に関連したものでした。しかし私が特に気に入っているのは、この作品が2001年宇宙の旅に強い関心を持つ前衛的なアーティストによって作られたという説です。誰もが頭を抱えている間、ある写真家が4人の男がやってきてモノリスを分解し、その破片を手押し車で持ち去るのを見たと報告しました。そう、彼らは文字通りそれを転がして持ち去ったんです。そのうちの一人は、痕跡を残さないでと言って、まるで秘密諜報員のオーディションを受けているかのようでした。つまりこれは一部の人が宇宙人の仕業だと考えていたのとは異なり、実際の出来事は地球の人間が関与したものだった可能性が高いことを意味します。とはいえ、ユタ州のモノリスの謎は未だ解明されていません。具体的に誰がそれを持ち去ったのかは分からず、それを見た人も誰もいません。それが破壊されるのを見たと主張する人もいますが、一説ではこの奇妙な物体が容疑者の一人の裏庭にまだ無傷で存在しているかもしれないと囁かれています。フロレンティンダイヤモンドは単光色の宝石で、重さはなんと137カラット。小さなクルミくらいの大きさで、宝石店で見つける一般的なダイヤモンドと比べると非常に大きいです。しかし残念ながら、この歴史的な宝石は、まるで冒険小説の筋書きのように行方不明になったのです。すべては15世紀にブルゴーニュ公シャルル・ル・テルムから始まりました。とはいうものの、その起源は未だに議論されています。一説ではシャルルが不運な最後を遂げた時、彼はそのダイヤモンドを身につけていたとされています。その後、ある農夫か兵士がその黄色い岩を見て、それがただのガラスだと思い、とても安い値段で売り払ったと言われています。もし今日このダイヤモンドがオークションにかけられたら、2000万ドル以上の価値があるかもしれないので、超お買い得でしたね。この話がただの作り話だと考える人もいます。なぜならこのダイヤモンドが初めて歴史的記録に現れたのは、ずっと後の1657年だから。その時代、フランスの旅行者ジャン・バティスト・タベルニエが、トスカーナ大公フェルディナンド2世が所有していた大きな宝石について記述しています。そしてこれが2つ目の説につながります。最後のメディチ家が没した時、ハプスブルク家がこの宝石を手に入れ、オーストリアの王冠の宝石の一部としました。帝国が崩壊した際、オーストリアのカール1世皇帝がこのダイヤモンドを亡命先に持ち出したとされています。1918年、皇室に近い人物がダイヤモンドを借りることに決め、他の王冠宝石とともに南アメリカに持ち去りました。つまりフロレンティンダイヤモンドは王室の宝石が強奪された可能性がありますが、被害者側から言えばの話ですが、噂によるとそのダイヤモンドは1920年代、何らかの方法でアメリカに渡り、再カットされて少し手直しされた後、売却されたと言われています。しかし本当にそうだったのでしょうか。それは誰にも分かりません。高価なダイヤモンドの話から冷たいコーラの話に移りましょう。正直言って、猛暑の日にはリフレッシュできる飲み物が同じくらい貴重に感じられるものです。次に紹介するのは謎の自動販売機。このヴィンテージの一品には、1990年代後半にシアトルのキャピトルヒルに登場しました。その独特な存在で人々を魅了しました。このマシンには普通のコーラやスプライトの代わりに、奇妙で珍しいフレーバーが出てくるミステリーボタンがいくつかありました。ジンジャーエール、グレープソーダ、あるいは全く新しい飲み物が出てくるかもしれないボタンを押すのは楽しそうじゃないですか。誰がその自動販売機に商品を補充しているのか、正確には誰も知りませんでした。時とともに地元の人々は、その自販機が幽霊に取り憑かれているとか、独自の意思を持っているとか、という伝説を作り出しました。この謎のコカ・コーラの自動販売機はシアトルで非常に有名になり、Facebook ページのフォロワーは2万4000人以上にもなったそうです。そして2018年6月、この自販機は散歩に行きますというメモを残して消えました。この自販機がスペースニードルからどこか別の秘密の場所に行って暮らしているという説が飛び交いました。残念ながら、いくつか偽の目撃情報があった以外は、自動販売機はまだ見つかっていません。これぞ史上最も楽しく謎めいた自動販売機じゃないですか。静岡県浜松市の海岸を散歩して、日光浴をしながら波の音を聞いていると、突然 1.5 メートル幅の金属球を見つけたとしましょう。
ほとんどの人はおそらくスパイ風船や謎の航空機、もしくはドラゴンボールか何かだと考えてパニックになると思います。昨年ある男性がちょうどこのような状況に遭遇しました。彼はただの奇妙なビーチボールだと思って押そうとしましたが全く動かなかったと言います。この巨大な金属球はどこから来たのか誰にも全く分からず、1ヶ月後世界中で大きな話題になりました。地元の警察はそれが危険である可能性を疑い海岸を封鎖し X 線で調査、結局危険ではないと分かると役人はその謎の球体をそこから移動させることに決めました。彼らはそれが一定期間保管されその後処分されると言いましたが、それがどこに行ったのかはまだ多くの人々が頭を悩ませています。彼らの言葉はかなり曖昧で、市役所はそれをどうしたのか正確には言いませんでした。ここまでも様々な個別の物体について話してきましたが、これからさらに事態は面白くなります。ボルティモアでは十数点の彫刻、美術壁画、インスタレーションが消失しており、誰もその理由を把握できていないようなのです。例えばガイドはボルティモアシティカレッジの外に30年以上そびえる高さ 4.5 メートルの彫刻、2014年のある日市の美術保存課が現れた時、驚くべきことに彫刻が消えていたのです。でも待ってください、そのような巨大な鋼の彫刻が一体どうやってそんな風に消えるのでしょうか。誰もその瞬間を見なかったんですか。どうやら誰も見ていないようですね。そしてこれは一度きりのことではありません。1992年以降14点の美術作品が消失するか残念な状態で見つかりました。いろいろな人々がこの事件を調査していますが、今のところ誰も何が起こったのか、また作品がどこにあるのかは分かっていません。一部のアートコレクターに盗まれたのか、あるいは誰かが庭の洒落た飾りとして使おうと思ったのかもしれません。飛行機が跡形もなく消えるほど謎めいたことは他に考えにくいでしょう。アメリカの伝説的な飛行士アメリア・イヤハートの伝記はおそらく聞いたことがあると思います。彼女は1932年に女性として初めて単独で大西洋をノンストップで横断し、カナダから北アイルランドへの野心的な飛行を成功させました。その後1935年には彼女はハワイからアメリカ本土まで単独飛行を達成した初の人物となり、すでに多くの命を奪った危険な 3875km の飛行を達成しています。彼女はまた全国航空協会の初の女性副会長にもなりました。彼女の記録はまだまだ続きますが、限界に挑戦するタイプだったのでしょう。しかし彼女の最終目的は女性として初めて世界一周飛行を成し遂げることでした。1937年彼女はロッキードエレクトラ 10E でこの壮大な旅に出発。しかし事態は悪化します。ライからホノルルへの飛行中に通信問題と追跡装置の故障が原因で太平洋上で失踪したのです。海と空をくまなく捜索したのですが、彼女も彼女の飛行機も見つかることはなく、航空史上最大の謎の一つとなりました。マレーシア航空370便は現代版アメリア・イヤハートの消えた飛行機のようなものです。2014年3月、ボーイング777がクアラルンプールから北京に向けて離陸、しかし到着することはありませんでした。飛行機は航空管制のスクリーンから消えましたが、軍のレーダーが一時的にルートを外れた飛行機を捉え、その後完全に姿を消しました。南シナ海からインド洋にかけて広範囲にわたる巨大なハイテク捜索活動が行われました。この件に関して本当に不思議なのは、空中と海上で大規模な捜索が行われたのにもかかわらず、未だに何が起こったのか正確にはわからないことです。パイロットが意図的に飛行機を墜落させたという説、機械的な故障が起こったという説、巧妙なハイジャック説など様々な仮説がありますが、具体的な証拠は何も見つかっていません。唯一わかっているのは、最後に確認された飛行機からの信号がインド洋の遠隔地を指していたということだけです。次の乗り物は映画のおかげで伝説となりました。そう、これです。ジェームズ・ボンドの名作ゴールドフィンガーに登場するボンドカー、アストン・マーティン DB5。 これはただの車ではありませんでした。隠し電話、脱出シート、タイヤシュレッダーとボンド自身以上に多くのギミックを搭載したスーパースターでした。しかし1997年6月18日、その有名な DB5 がフロリダの格納庫から消えます。そう、まるで失敗したマジックのように突然姿を消したのです。当時その車は実業家であり、車のコレクターである
アンソニー・プグリエーゼ3世が所有しており、価値は700万から1000万ドルに達していました。ただしこれは消えたのではありませんでした。格納庫から外へ続くタイヤの引きずり痕があったため、捜査官たちは車が車軸で引っ張り出され平車トラックに積み込まれたと考えました。そうだとしたら泥棒たちは暗くなってから行動を開始した可能性が高いと考えられます。さてここからは単なる仮説ですが、それが秘密の隠れ家に送られたとか、中東の豪華な宮殿に運ばれた、あるいはボンド風に海に沈められたと考える人もいました。さらにはプグリース自身が DB5 をニュージャージーの倉庫に隠したという噂もあります。高額の報奨金をかけ探偵が熱心に探したのですが、伝説の車の行方は依然として謎のままです。ハリウッドで行方不明になった小道具は他にもあります。トニー・スタークは警察に通報すべきかもしれません。2018年ロサンゼルスの倉庫からロバート・ダウニー・ジュニアが着用したオリジナルのアイアンマンのスーツが突然消失しました。2008年に公開された映画アイアンマンの32万5000ドルもの価値がある赤と金のスーツが忽然と消えたのです。金目当てで持ち去ったなら小道具の保管庫からもっといろいろ盗んでいったと思いませんか。考えてみてください。その倉庫にはハリウッドの小道具がたくさん詰まっていましたから。しかし消えたのはそのスーツだけでした。容疑者が見当たらず他に紛失したものも報告されていないため、この強盗はサノス自身が行ったかのようにも思えます。もちろん彼が架空の人物でなかったとしたらですが、今回の動画で最後にご紹介するのは文字通り全く異次元のものです。1970年代、アポロ17号の後、宇宙飛行士のユージン・サーランとハリソン・シュミットは月の石を持ち帰り、その一部を世界中で分け合おうと決めました。いいじゃないですか。そこで当局はその石を切り分けました。実際には3つの異なる石に依頼する270個、世界中の様々な国々への贈り物として送りました。今日に至るまで善意の印として送られた石の半分以上が消えているのです。いくつかは単純に消え、他のものはゴミとして捨てられました。奇妙に聞こえるかもしれませんが、アイルランドの月の石は観測所で火事があった後、ダブリンのゴミ捨て場行きとなっています。 NASA の元職員ジョセフ・グーテインズは月の石探偵となり、この宇宙の贈り物を回収するための探索を続けています。彼はマルタの失われた月の石に対して1万ドルの賞金を提供しましたが、まだ見つかっていません。どうやら月の石は宇宙の宝のようです。もしあなたの周りに月の石が紛れ込んでいたとしたら、それが彼が探しているのかどうかを確認した方がいいかもしれません。ある日、浜辺を歩いていたら遠くにカラフルな物体が見えてきました。近づいてみると人の形をしたプラスチックのようです。信じられないことに巨大なレゴの人形が置いてあったのです。このような 2.5 メートルのレゴの人形は2007年にオランダで1体、2008年にイギリスでもう1体浜辺に打ち上げられています。その後2011年にフロリダ州とカリフォルニア州でさらに1体ずつ発見されています。もしかして地球上のどこかに等身大のレゴによる隠れた居住地があるのではと考えたいところですが、残念ながらそうではないので次の休暇で訪れることはできません。これはオランダのストリートアーティストによるパフォーマンスだったので特別な理由はありません。単に日常生活に親切な心をもたらしたいと考えていたそうです。全世界には116万キロの海岸線があり、その 31% はビーチだと推定されています。海の大きさを考えると時々奇妙なものが打ち上げられていてもおかしくはありませんよね。それに価値のあるものも発見されているはずです。ラバーダックは通常浴槽やプール以外ではあまり目にしませんよね。でも世界中のさまざまなビーチで何度も発見されています。でもこれはすべてある事件が発端となっているんです。1992年東南アジアからアメリカへ向かう途中の船に積んであった輸送用コンテナが海に落下してしまいました。そしてそのコンテナの中にあった2万9000のラバーダックが海に放り出されてしまったのです。
そしてさまざまな流れに乗って独自の旅を始めました。1年後にアラスカで発見された最初のダックは出発地点から3200キロ以上の距離を移動しています。ある科学者はこの機械を利用してアヒルの旅をマッピングしています。そして海流の流れに関する貴重な事実を発見したのです。調査の結果、一部のラバーダックはベーリング海峡を通過し日本にたどり着いたことも判明しています。さらに氷河とともに北極を移動したものもあれば、タイタニック号が沈没した北極圏を通過したものもあります。多くのダックはそのまま発見されず、さらに長い旅を続け15年間海をさまよい続けたものもあるはずです。最後の一つはグリーンランドを通過し、2007年になってようやくイギリスに到着しました。そして北極の氷床で凍ってしまったものもあるほど。もしかしたら100万年後の世界で人々に発見され研究されることになるかもしれません。そしてこの時代の海水浴に関することを解明しているかもしれません。2018年のある日、西オーストラリアの海岸を散歩していた2人が古い瓶を発見。2人は綺麗な瓶を気に入って棚に飾って保管することにしました。そしてその瓶の中に何かが入っていることに気づいたのです。丸まっていた紙のようなものを取り出して乾かしてみると、なんとメッセージが書かれていたのです。その後専門家に発信元を尋ねたところ、ドイツ船からの1886年6月12日付の本物のメッセージだったことが判明。これは現在瓶に入った最も古いメッセージの記録を保持しています。もともとこのメモはドイツの実験によるもので、何千本もの瓶が海に投げ込まれたということでした。そもそも実験だったので瓶を見つけた人に連絡するよう書かれてありましたが、132年後なのでちょっと遅すぎたかもしれません。2012年、ある8歳の少年が偶然面白い岩を見つけ持ち帰って両親に見せたところ、それはアンバーグリスであることが分かりました。あまり聞いたことがないかもしれませんが、これは海の宝物や海に浮く金と呼ばれているもの。そして約1000年から香水の原料として使われていたのです。このレアな香料には香水の良い香りを長持ちさせる効果があります。でも長い間手に入れる方法が謎のままだったのです。でも今日ではマッコウクジラの体内から吐き出された食物の残り物でできた結石であることが分かっています。起源はちょっと汚らしくても一つ900万円以上で取引されることがあります。お小遣いとしてはかなりの大金ですよね。バブルバスが好きな人も多いと思いますが、オーストラリアのクイーンズランド州のある砂浜では毎年大量の泡が発生します。でもなぜこんなことが起こるのでしょう。ビーチが石鹸だらけだというわけではありませんよね。海水には塩、脂肪、タンパク質、藻類などだけでなく洗剤やその他の物質も含まれています。そのため水をかき混ぜると泡立つのです。海水の入ったペットボトルを勢いよく振るとほんの少し泡が立ちますよね。これと同じで特定の地域の砂浜が熱帯性低気圧に見舞われると、はるかに大きな規模で同じ現象が発生するんです。アイスランドはこの世のものではないほど美しい場所ですが、珍しい黒い砂浜があるって知っていましたか。これは絶え間ない火山活動によってできたもの。その上、島の南東部の海岸には氷山が打ち上げられることもあるんです。これらの氷のかけらは何千年もの間凍りついていたヨーロッパ最大の氷河の一つから砕け散ったもの。さらに南へ旅を続けるとビーチがさらに美しくなっていきます。2016年、シベリアの北極圏上空から浜辺に何千もの氷の塊が転がっているのが発見されました。このような現象は地元の人々さえ見たことがないものでした。氷のサイズはテニスボールのような小さなものからバレーボールのように大きいものまでありました。まるで大規模な雪合戦が行われた後、全員がその場を去っていったようにも見えます。北極圏での雪合戦だったらかなり楽しそうですよね。この自然現象は溶けた雪が風と水によって結合し固まったもので、それが浅瀬を転がりながら徐々に大きくなっていったのです。
内陸の湖でも同じことが起こることがあり、2013年にはミシガン湖でも発生しています。浜辺にある流木は特に珍しいものではありませんが、ワシントン州の一部にある流木は他のものとは完全に異なっています。鉛筆白芯が海岸へ流れ着くことはよくあり、カナダの国境の北から南へと徐々に移動していきます。でもその長さは60メートルに達することがあるのです。クラーケンは数世紀間にわたって神話の歴史に登場し、船乗りたちを震え上がらせてきました。でも近くの砂浜に打ち上げられている姿を想像できますか？ニュージーランドではクラーケンのような巨大な生物が発見されています。このダイオウイカは泳ぎに行こうとしていた地元のダイバーによって発見されました。でも若いイカだったので長さは4メートルでした。成長したイカは最大で13メートルに達することもあります。若いイカがいるということは近くに大人のイカが潜んでいる可能性が大なので、そんな時には海に入るのはやめましょう。2009年、コンテナ船が台湾を出港した後、突然跡形もなく姿を消してしまいました。乗組員とも連絡がつかなかったため見つけることができなかったのです。それから9年後、不思議なことにこの船はミャンマー沖の海岸に姿を現したのです。でも乗組員がいた形跡や貨物が積まれていた形跡もありませんでした。幽霊船とみなされ、位置が特定された後解体される予定が発表されると、その場を離れ再び漂流し始めて姿を消してしまったのです。浜辺でコンピューターを見つけても海水に浸かって壊れているので大した発見にはなりません。でもギリシャでは古代のコンピューターが発見されています。難波船から発見されたアンティキティラ島の機械は世界で最も古いコンピューターだと考えられています。これは本が普及するよりもはるかに前の紀元前約200年に作られたもの。このコンピューターは天文位置の予測に関する計算がかなり正確で、このような発明は14世紀になるまで行われていません。でもビーチで見つかった最も奇妙なものといえば都市でしょう。ギリシャのパブロ・ペトリは紀元前1000年前後に水没するまではかなり人口の多い都市でした。そして世界で最も古い水中都市の一つだとされています。この場所の興味深いところはほぼ完璧な都市計画が行われていたというところでしょう。そのため海を泳ぎながら通りや建物やその他の興味深い場所をチェックできます。野外のハイキング中、あなたはキャンプの設営場所を探しています。耳に入ってくるのは葉っぱや木の枝が足の下で立てる音ばかり。あ、あっちでリスが木を登ったと、そんなあなたの前に不思議な光景が広がりました。遠くの木と木の間に何か奇妙なものが見えます。まるでそれはコンクリートで作られた何かのような。不思議だなあ。この時点であなたは森を 30km も踏み入っていました。ということは知る限り辺りに町も村もないはずです。あなたは仲間と道を外れ、それに近づいてよく見てみることにしました。どうやらその何かは4メートルほどの階段のようです。それが続く先は何もなし。ん？なんだこれは。こんな偏僻な場所に。あなたは探偵の帽子をかぶり調べてみることにしました。ひょっとするとここには古い家か屋敷があって、年月とともに崩れてしまった結果階段が残ったんじゃないだろうか。しかしその何かの周りを探してみても遺跡や建物の基礎のようなものは見つかりません。まるで何者かが理由もなく家から階段だけを切り取ってそれをここに置いたかのように見えます。あなたも友人も近寄ることをためらってしまいました。何かがおかしい。このへんてこなものを見れば見るほど異様な雰囲気が感じられます。すぐここから離れた方がいい。できるだけ早く。感じる不気味さの正体は分かりません。しかし同時にあなたはその何かから目を離すこともできません。あなたはスマホを取り出してそれの写真を撮ってみました。そして何度かためらった上で階段に近寄ってみることにしました。さほど古いようには見えません。せいぜい数十年前のものに見えます。
ひび割れた間からは苔が生えています。仲間は皆不穏な空気に負けてあなたを置いて道へと戻っていきました。あなたは一人きりでこの階段と一緒に取り残されてしまいました。さてあなたは慎重に足を一段目にかけることにしました。わあ、突然ワクワクしたあなたは頂上にまで一気に駆け上がろうとします。しかしその最中、何者かがあなたの肩に手を乗せたのです。飛び上がって振り返っても目の前に広がるのはただの暗闇。いやー、奇妙奇天烈。このような怪談が突然森の中で発見される事例は実は結構多かったりします。木製のものもあれば、レンガや石で作られたものもあります。古代からあるように見えるものもあれば、つい昨日できたばかりに見えるようなものも。ただどの怪談にもある共通点があるんです。それは階段が極上へと続いていること、そしてどれも謎めいた場所で発見されていることです。中でも最も有名なものがニューハンプシャー州チェスターフィールドにあるものでしょう。中世の様式にのっとった長い階段は石造りで、ローマ式のアーチ構造を持っています。この階段はマダム・アントワネット・シェリーの城の一部だったと信じられています。彼女はパリでも有名な歌手でした。城は100年ほど前のもので、1962年に再び発見されました。そしてその時に見つかったのが階段のみだったのです。また別の古代の階段は9000年前のものと言われています。これはイタリアの森の中で発見されており、頂上の台を目指すいくつもの階段のように見えます。しかし、ただそれが中空に続いているだけなのであれば、どうしてわざわざそんなものを建てるのでしょうね。一部の専門家はこれが儀式の象徴であったと考えていますが、それ以上のことは分かっていません。森で比較的新しい階段が見つかった時には、必ずと言っていいほど都市伝説がささやかれます。そう、階段のような階段だけに、中でも最も有名な階段はフィリピンで発見されました。森林レンジャーのトルキクさんがいつも通りのパトロールを行い、熱帯雨林で行方不明者を探していた時のことです。彼はそこで痛く場違いな石造りの階段を発見しました。その表面には不思議な文様も書かれていたのだというのです。彼は周りの状況を探るためにその上に登っていきました。すると突然凶暴な野犬が現れ、トルキクさんは階段のさらに上へ逃げなくてはなりませんでした。その数時間後、彼が村へと帰ってくると、彼は5年間失踪していたことになっていたのです。この階段は時間移動を司るポータルなのでしょうか。別の事例は1940年に遡ります。この頃は世間がロズウェルの UFO の謎に沸いていた時代。病理学者を自称するあの人物が動物に起こっていた様々な異変の調査を手伝うために送られました。しかし当初 1,2 週間で終わると思われた彼の調査は6ヶ月も続くこととなったのです。彼の研究チームは森の中で奇妙な階段を発見しました。そしてその階段からは謎の電波が発せられていたのです。彼らは階段から30メートル離れた場所で夜を明かしましたが、その翌朝階段は消えており、後にはただ黒い焦げ跡が残されていたのだといいます。その2日後、階段は元あった場所から50メートル離れた場所に再び現れました。研究チームは研究所に送るため木材のサンプルを回収しようとしましたが、ある問題に直面することとなりました。彼らがどれほど頑張っても木片のかけらを切り取ることができなかったのです。木製の階段は外部からの破壊を一切受け付けませんでした。この奇妙な階段は古代のカンボジアでも見つかっています。ジャングルの真ん中で600メートル以上ある階段が見つかり、その先はやはり極空に通じていました。専門家によればこの階段は1000年前に作られたものだと考えられています。しかし詳しいことは分かっていません。古代都市への道だったのではないかとも言われています。
しかし残念ながら年月とともにこの階段は鬱蒼と茂るジャングルに覆われてしまいました。もしかすると全大陸からやってきた旅行者や商人たちが立ち寄る場所だったのかもしれません。さてあなたの話に戻りましょう。あなたの背後に謎の気配があります。どうせ仲間の誰かのいたずらだろうと振り返ってもそこには誰もいません。あなたはパニックを起こしました。何かがおかしい。急いで階段を駆け下りて仲間の元へ戻ります。息を切らした状態であなたは友達にありのまま起こったことを話しました。しかし誰一人としてあなたを信じてくれません。どうせ驚かそうと思って言ってるんだろうと。しかしあなたの危機迫る表情に友達も考えを改めました。目は本当に怯えています。ごまかせるようなものではありません。その正体が影なのか風なのかそれは分かりませんが、少なくとも感じた恐怖は本物です。さすがに階段に近づくのはやばそうだ、このまま帰ろうと考えたあなたたち、今すぐにこんなところで夜を明かすわけにはいきません。家に着いたあなたはスマホをつけて写真のチェックをしました。しかしない。写真から写真へとスワイプしますが階段がありません。どの写真にも階段だけが写っていないのです。そこにあるのは木に囲まれた開けた場所、影も何もありません。あなたの友達も同じ経験をしていたようです。自分の目がひくひくと引きつり始めるのが感じられます。ふと左肩から振り返ってみました。安全な家に帰ってきたはず。しかし突然あの階段の近くで感じたあの気配が蘇ってきました。なんていうことだ。あなたの目の前は真っ暗になりました。っていう話は大抵が都市伝説、心配はいりません。鳥肌立ちました？いやー、インターネットっていうのはとかくこういう噂話にこと欠きません。なんせ光の速さで伝わるんですからね。話題になっている階段はつい最近誰かがいたずらで作っただけだったという場合もよくあるようです。週末の日曜大工で階段を作ってその写真を撮ったらあとはインターネットに上げるだけ。都市伝説系のサイトがこれでにぎわうことになります。あとは階段を解体してまるで消えたかのような写真を作ればいいんです。これでネット上の人気者になれます。しかし週末のキャンプで階段を見つけた場合、これらは大抵家屋か山小屋の跡地に残されたものである可能性が高いでしょう。今や2021年、何にでも論理的な説明がつけられる時代です。あなたが感じた気配は自分の心が生み出した幻でしょう。まるでウェブサイトやホラー映画で見たような光景を実際に目の当たりにすると人の心は混乱を起こし、そこで見えていないものを見たりないはずの気配を感じ取ったりします。これは催眠術にかけられた状態に近いのだとも言われています。無意識に見たいものが目の前に現れるのです。おそらく多くの事例はこのような説明がつけられるはずです。多分3億年も前のクリケットボールを見たことがありますか？クレルクスドルプ球体は南アフリカのハロー石を採掘する鉱床で見つかり、科学界に衝撃を与えました。これは中央に縫い目のような線がある古代のクリケットボールのように見えます。1980年代にはこの球体が誰にも知られていない洪水以前の進んだ文明によって作られたと主張する人々もいました。ある博物館の学芸員は展示ケースの中で球体自ら回転する話をしています。またあるテレビ番組では心霊術師を招き、この球体が古代の宇宙船の一部であると明言しました。しかし地質学者はこれらの球体は実は非常にありふれた凝集体、つまり周囲の岩とは異なる鉱物から形成された球状の物体だと言っています。継ぎ目のような線は時間の経過で母岩の層が積み重なってできたものに過ぎません。クレルクスドルプ球には様々な形があり、著しく平らな球体からはっきりとした円盤状まで様々です。
さまざまな逸話に関してですが、その球体が自ら回転したという件についてはクラークスドルプ博物館の館長が次のように説明しています。彼はジャーナリストが訪れた際に一つの球体をガラスの棚に置いたところ、その球体が自然に少し回転したと述べました。だってその球体丸いですからね。また博物館の立地する地域は近くで行われている金鉱採掘活動のせいで地面が揺れることも頻繁にあります。最も古いとされる人類に似た足跡は600万年前のものかもしれません。これは2002年にギリシャのクレタ島で発見されました。この数字が正確だとしたら、初期の人類の祖先は以前考えられていたよりもずっと早くヨーロッパとアフリカ間を移動していたかもしれないということ。ただしこれはアフリカが人類の発祥の地ではないという意味ではありません。単に初期人類の祖先が大陸間を行き来していた可能性があることを示しているだけです。一部の研究者はその足跡が二足歩行生物によって残されたもので、初期の人類の祖先であるエルグレコと呼ばれる生物と関連するかもしれないと考えています。その足跡の研究者によると、足跡は人間のものに酷似しており、平行な親指を含む5本の指がありました。一方で懐疑的な科学者は、その足跡がヨーロッパの後期類人猿のものかもしれないと考えています。最近の研究で堆積岩に含まれる化石化した海洋微生物を分析し、足跡の年代を特定したところ、実際に600万年前のものであることが証明されました。次の驚くべき発見も科学者たちを楽しませてくれます。こちらはドーチェスターポット。美しい作りの金属製の容器で、光り輝く銀色に幾何学的なデザインが浮き彫りにされています。このポットは1852年にドーチェスターでかなり珍しい状況の下で発見されました。強力な爆発の際にポットは2つに割れます。科学者たちはそれがもともと複合岩として知られる岩や大きな石に埋め込まれていたと考えています。ドーチェスターポットが出現した岩は約5億年前のものとされています。つまりそのポット自体も同じくらい古い可能性があるということ。現在の大して面白みのない理論では、ドーチェスターポットはビクトリア時代の燭台だと示唆されています。その当時かなり流行ったものなので、その時代の素敵な家庭用品が見つかるのはさして驚きではありません。ドーチェスターポットは場違いな工芸品、つまり大パーツに分類されます。その時代にありえないほど先進的だと考えられる出土品です。もしポットが5億年前のものだと考えると、それを作った人は工芸と技術の面でその時代をはるかに超えていました。さらに不思議なのは、ポットには地球上から10万年以上前に消えたと思われる植物の彫刻がされていること。このポットがかなり古いという良い証拠に見えます。ヨーロッパで最も古い地図は4000年前の石かもしれません。この青銅器時代の石板は1900年にフランスの古代の墓地で見つかりました。その石板には驚くべき約 80% の精度で、 29km にわたる小手川の支流が3次元で刻まれています。世界中には他にも石が掘られた地図が存在しますが、この地図は特定の地域をスケールに合わせて示している点が独特です。スラブに刻まれたものは川や丘だけでなく、集落や墓地のある場所、畑の配置も描かれているようです。考古学者たちはこのスラブが公開用ではなく、むしろ権力の象徴として使用されたと考えています。スラブに施された詳細なマーキングは、地元の支配者、おそらくは王子や王の領域を示すために用いられたかもしれません。そうやってその領土に対する管理を示しているのです。支配者が権力を失った時、その石板はおそらく埋葬室の一部として再利用されました。このユニークな遺物は博物館の地下室に保管されていました。何十年もの間誰もそれに気づかなかったのですが、何人かの学者が石板についての古い報告書を読み、調査を決意、 3D 技術を使用して詳細な分析を行いました。研究の結果、石板を作った人たちは岩に線を刻むだけでなく、その表面を改良して地形や地勢の凹凸などを高い精度で反映させていたことが証明されました。ザルツブルクのキューブ、別名ボルフエッグ鉄は19世紀後半にオーストラリアで発見されました。名前に惑わされないでください。全くキューブのようには見えませんから。むしろ2つの平らな面を持つ丸みを帯びた物体です。中央には溝があり、表面はくぼみやへこみが数多くあります。このユニークな外見が理由で、多くの人々はこれがこの世のものではないかもしれないと考えたようです。
労働者たちは石炭を爆破した際に偶然この遺物を発見。その石炭層は約6000万年前のものと考えられています。ボルフスエッグ鉄は複数の博物館に移された後、20世紀初頭に不思議にも姿を消し、その後再び現れました。ボン大学の教授はこれが隕石に由来する可能性があると提案しました。しかし隕石に普通見られるコバルトやニッケルなどの元素は見つかっていません。その後これは人間が作った物体で、おそらくビクトリア時代の燭台かもしれないと考えました。ボルフスエッグ鉄が本当は何なのか、今どこにあるのかは誰にもわかりません。そうなんです、また消えてしまったのです。マイスタープリントというのを聞いたことがありますか？それは1968年に発見された化石化したサンダルの跡で多くの興味を引いています。その跡には三葉虫が包まれているのですが、三葉虫は人類が存在する約5億年前に絶滅したとされています。しかし多くの歴史家はこの年代が誇張されていると考えています。マイスターが化石を見つけた時、それは認証されました。しかしその認証を行った科学者は、それが人間のサンダルの跡だとは確認せず、ただ三葉虫がいることだけを認証。別の科学者が現場を訪れた時、彼は15センチメートルの跡を見つけ、それが子供の靴の跡だと考えましたが、新しそうな靴だったようです。というわけでこれはタイムトラベルの証拠、または何百万年もの前に人間が存在していた証拠、あるいは早い段階で地球を訪れた誰かの証かもしれません。それともただの岩の形成がサンダルの跡のように見えるだけでしょうか？答えはまだわかりません。1936年6月にテキサス州ロンドンのレッドクリーク沿いを散歩していたある夫婦がかなり変わったものを発見しました。それは古代の岩石層から突き出ている木片。約10年後、好奇心旺盛な彼らの息子がその岩を割って中を見てみることにします。すると驚くほど現代的に見えるハンマーが見つかったのです。それから一人の発見愛好家がそのハンマーを囲む岩が白亜紀のものだと考えました。とするとトリケラトプスのような恐竜がまだ地球上を歩き回っていた時代に誰かが19世紀のハンマーを落としたということになります。したがってこのハンマーが本当に白亜紀のものであれば、進化論全体が間違っていることになります。もしハンマーが現代のものだった場合、それはそのハンマーが見つかった白亜紀の岩石層が考えられていたよりもずっと新しいことになるでしょう。しかし実際の答えはもっと単純でした。そのハンマーは現代のもので、地質学的なプロセスによって岩石に包まれていたのです。鉱物は比較的短い時間で物体の周りを硬化させることができます。したがってそのハンマーはおそらく約1世紀前に鉱山労働者が落とし、その後岩が形成されたのでしょう。いいえ、こちらはビクトリア時代の燭台でもありませんよ。しー、何か聞こえませんか？どうってことはありません。ただの水の滴りです。スマホに行く先を照らされながら何もない暗い廊下を一人で突き進むあなた。廊下の端に巨大な人影が見えます。何なのかはっきりとは分かりませんが、広い肩幅に白衣を着ている大柄の人影のようです。立ち止まったあなたですが、人影に向かって突き進むか、再び階段を降りるしか選択肢はありません。すると急に人影がこちらに疾走してきます。あなたはその場で凍りついてしまいました。4時間前、あなたは友人2人と一緒に SNS 向けの面白い動画を撮影しようと廃墟になった化学工場へ忍び込むことにしました。不気味だと思ったあなたはその案に反対しましたが、再生数が稼げるしバズるはずだという友人たちに押し切られました。ということで自転車にまたがり、懐中電灯と自衛用の武器を用意して工場へと向かったのです。夜の帳が降り、自転車のライトをつけてペダルを漕ぎ始めます。数キロ進んだところで道路から外れた森の中の道へとそれ、工場を取り囲んでいる巨大な鋼のフェンスにたどり着きます。全員ここまで来たことはあるものの、誰一人フェンスを越えたことはありません。たくさんの警告の看板をよそに、ペンチを取り出してフェンスを切断していきます。噂によればこの工場は全力稼働していたにもかかわらず、数十年前に放置されてしまったそうです。ある日起こった事故が原因で、工場のみならず近くの町までが避難する事態になったんだとか。それ以来工場はもぬけの殻になっています。
健康上の危険があるわけではないですが、近くの町に住む人が何かを目撃し続けているそうです。闇の中で動き回る人影、誰もいないはずなのに工場内でチカチカと光る光、夜中に大きな叫び声が聞こえるという報告もあります。このような話を聞いてしまうと首の後ろがゾワッとして恐怖に震えてきました。一方の友人は考えなしに興奮した様子です。フェンスをカットして通り道を作ると自転車を置いて工場に向かい進み始めました。駐車場では所定の場所に止めたままになっている車を通り過ぎます。一部の車はドアが開きっぱなしのまま放置されているようです。工場の入り口に到着しました。しかし鎖でつながれています。友人は鎖をガタガタ揺らしてみますが外れる気配はありません。冒険はここまでと思ったら友人が石を手に取り窓を破ってしまいました。友人と共にできた穴をすり抜けていきます。工場内に侵入すると中は真っ暗、床はベトベトしていて埃っぽい空気です。あなたは懐中電灯を取り出して室内を照らしてみました。なんだかよくわからない黒い物体で覆われています。今まさに人々が避難したかのように物は散乱した状態。今のところ特に不気味なことはありません。工場は巨大なため時間をかけて探索することになるでしょう。友人がスマホを取り出して SNS のライブを開始します。この冒険について解説する友人をたくさんの人が視聴しているようです。視聴者はコメントしたり意見の共有をしたりしています。突然建物の奥から叫び声が聞こえてきました。恐怖に駆られてお互いを抱きしめてその場から逃げ出しそうになります。しかし一部始終を撮影中の友人が先へ進むと言って聞きません。道は長く分かりづらくなっています。あなたは行く先を示してくれる工場の地図を発見しました。ここはただの入り口のロビーで確認すべき場所はまだまだたくさんあるようです。2階にある街に面した部屋にチカチカと揺れる光が見えます。ここからそう遠くはない場所です。かなりゆっくりと階段を移動してみたものの階段は不安定な状態です。数歩進むと階段の段の一つが破損し足を取られてしまいました。落下寸前のところで友人に助けられます。2階に到着してチカチカ光る部屋を探しました。何が問題かというと光はランダムに止まってしまいます。それとももしかしたら止まるタイミングに理由があるのかもしれません。より広い範囲をカバーするため全員ばらけます。コミュニケーション用に無線があったのは幸いです。しかし不気味なことには変わりありません。あなたは抜き足差し足で各部屋へと進みます。置き去りにされたものからは従業員がかなり慌てて逃げたことがうかがえます。次の部屋へと進むたびより気味悪さが増していきます。懐中電灯でそこら中を照らし出し手がかりがないかどうか探してみました。このような状況の理由がわかるかもしれません。すると無線から雑音が聞こえてきました。どんどん音量が増していきます。なぜか電源を切ることができません。するとガタガタという雑音に混じって声が聞こえてきました。友人の声ではないようです。あっちへ行けと甲高い声が聞こえてきます。危うく無線を落としたところで今いる部屋の光がチカチカし始めました。あなたはパニックって友人の元へ向かおうと部屋を飛び出します。大量の家具にぶち当たり全てを押し倒してしまいました。何事かと友人たちがあなたの元へと駆け寄ります。あなたは全てを説明して友人たちは状況を確認しようと例の部屋へと向かいました。しかしおかしなものは見当たりません。光もチカチカしていません。無線も無言のままです。ただの妄想だったのでしょうか。友人はまだ全てを生配信中。さらに多くの人が配信を視聴しているようです。これ以上時間を無駄にしたくないあなたと友人は工場のさらに奥深くへと進むことにしました。今度は周りに窓がないため完全な暗闇です。不気味な様子です。床の上に散らばった白衣が目に入りました。まるで人のようです。両側の壁には機械やら仕掛けのようなものが設置してある部屋が並んでいます。多くの部屋は施錠されていて入室するにはパスワードが必要です。問題は電気が通っていないという点。懐中電灯の電池も尽きてしまったのでスマホのライトに切り替えることにします。友人は未だにライブ配信中。さらに奥深くへと進んでくると電波が切れてしまいました。無線さえ機能しません。かなりジメジメとしていて部屋には不気味な音が響き渡っています。
一歩進むごとに音が長い廊下に反射して誰かにつけられているような感覚を得ます。すると部屋の一つから足音が聞こえてきました。噂によればここには長い腕、鋭い歯、赤く光る目の生き物が住んでいます。廊下を歩き回り、鋭い爪で壁を引っかくそうです。迷ってしまった生物が出口を探しているという話もあれば、どうにかして忍び込んだただの犬であるという話もあります。ライブ配信ではないものの、友人は未だに全てを撮影中で、後で映像を投稿する気満々です。突然、聞きたくはないと思っていた音が耳に入ってきました。壁を引っかく音です。あなたと友人たちは目を見開いて顔を見合わせ、走り出しました。先ほどのようにいろんなものをなぎ倒し、大きな騒音を立てて逃げます。行き止まりに行き着きました。絶体絶命の危機です。白衣のようなものをまとった肩幅の広い大きな人影が現れました。こちらに向かって走ってきます。全員廊下のドアを開けようと必死です。そのうち一つが開きました。あなたは部屋の中へと入り、ドアをピシャリと閉めます。生き物がドアをどんどん叩いて中へ入ってこようとしています。あなたはこの様子をスマホで撮影することにしました。正体を見てやろうとガラスの窓に近づきますが、逃げてゆく生き物がちらりと見えただけ。友人とはぐれた上に道がわからなくなってしまいました。ここから抜け出したいあなたは工場の地図で出口を確かめます。安全かどうかを確認してから部屋を出ました。進むべき方向がわかるようにと地図の写真を撮っておきます。しかしどうやら同じ場所をぐるぐる回っているようです。外から友人の声が聞こえてきたので、友人の元へと急ぎます。友人はあなたの名前を呼んではいたものの、バラバラになった時に姿を見失ってしまったとのこと。工場を出て自転車にまたがり家路を急ぎます。工場でおかしなことが起こっていないか確認するため、森の外にある大通りに到着してから振り返ってみました。あなたがいたあの部屋で光が点滅しています。震えを感じて帰宅しました。さてご心配なく、実はどれも現実ではありません。光の点滅は電池によって動力を得ている照明がランダムに落ちていただけです。さらにあなたを追いかけていた生物ですが、実はいたずらしてやろうとしていた友人が犯人。怪しげな生物など存在しません。耳にした音に関しては、動揺して恐怖に陥った野生の動物が原因です。動画は視聴数を伸ばして SNS で大バズり。しかし誰かがライブ配信中にガラスに映った人物に気づきました。一体これは誰？1961年2月、カリフォルニア州オランチャ近郊、冒険好きな岩石愛好家の3人がジオードを探していました。彼らは珍しい外見の岩石を一つ持ち帰り調査。岩石を切り開いてみると、中からは予想外のものが出てきました。これは一般的な鉱物とは違い、内部に磁気のような円筒形の物体があったのです。その中心には金属製のシャフトがあり、その周りには銅と正体が不明な物質でできた六角形の鞘がありました。発見者たちは50万年前の未知の技術でも発見したのではないかと興奮します。もしかしたらアトランティスのような超古代文明が実在した証拠だったり、あるいはタイムトラベルが実際にできる証拠だったりして、もしかすると未来から誰かがタイムトラベルして偶然これを落としたのだったら、あるいは地球を訪れた地球外の知的生命体が持ってきたのかも。もしこのような説が本当であれば、私たちが知っている人類史が大きく書き換えられることとなります。しかし全ての人がそのように興奮していたわけではありません。真実を追求する人々やオルタナティブ考古学を支持する人々は1990年代後半までいわゆるコソの点火プラグの謎を解明しようと議論を重ねます。その後、会議論者たちがその発見物の画像と X 線写真を撮り、点火プラグの収集家たちに見せてみました。するとそれは腐食した1920年代の金属部品でできた点火プラグであると特定されました。古代の技術ではなかったのです。約20年後、異物の共同発見者の一人がワシントン大学で検査することに同意。そこで正式にそれが1920年代のチャンピオン製点火プラグであることが確認されました。またこれが埋まっていた石はジオードではなくコンクリーションでした。コンクリーションは自然の過程で数十年から数年単位で形成され、数千年かかることはありません。
コソ加工物はオーパーツ、つまりありえない場所に存在する加工物の良い例です。これは疑似考古学において見られるもので、論理的には存在すべきではない場所や時代に発見されます。オーパーツは発見された時代にしては先進的すぎるとされます。また人間の存在が考えられない時代に人間の活動があったことを示すこともあります。バグダッド電池もオーパーツの一例。これは1930年代にドイツの考古学者によって発見されました。この電池は粘土の壺、銅の筒、そして壺の線を貫通する鉄の棒で構成されています。上部は破損しており、おそらくアスファルトで封じられていたと考えられます。発見者はこの中に異なる2種の金属とおそらく電解質が含まれていることを発見。これらは電池の重要な構成要素です。古代の文献からはこの理論を支える証拠はありませんが、科学者たちが酢やワインのようなイオン性溶液でそれらを満たす実験をしてみたとき、電気を通すことが示されました。本当に2000年前の電池であったとしたら、古代の医療実践で使用されていたか、または人々を感心させるために像に埋め込まれて音を立てるように見せられていた可能性があります。ケーニヒが発見したこの装置は、金属をコーティングするための電気メッキに使用されていたと考えられています。バグダッドの加工物が電池として使用されたとしても、これが生み出すエネルギーはわずかで、わずか約1ボルト。そのため、これが聖なる巻物を保管する容器として使用されたと考える人も多いです。1930年代、ある夫婦がテキサス州ロンドンのレッドクリークを散歩中、奇妙なものを見つけました。それは古代の岩層のように見える中から突き出ている木片。約10年後、その秘密を解き明かしたいと考えた息子が岩を割ってみると、中から驚くほど現代的なハンマーが見つかりました。この発見は、若い地球説を信奉するカール・バウシの注意を引きます。彼はこのハンマーが埋まっていた岩石は白亜紀にまで遡ると主張しました。彼はこれが進化論に対する証拠と考えます。しかし調査の結果、岩石が見た目ほど古くないことが証明されました。時とともに地質学的な自然の過程で現代のハンマーが包み込まれたのです。ということはこれは一部の人々が望んでいたようなフリントストーンのように恐竜と人間が共存した証拠ではありませんでした。これは数世紀前に甲府が落としたハンマーが自然の過程で埋められた単純な現象に過ぎませんでした。中国の考古学者が大きな楕円形の頭を持つ小さな生き物の墓地と思われる洞窟を偶然発見したと言われています。この意外とともに円形のヘルメットをかぶった人物、太陽、月、地球、星が描かれた岩のアートがあり、それはエンドウ豆台の点で繋がれていました。また螺旋状の溝が刻まれた700枚以上の不思議な石の円盤も発見されています。この円盤は中国の教授に送られ、事態はさらに興味深くなります。この教授が、この溝は実は文字が書かれたものだと主張。彼が解読したところによると、円盤には約1万2000年前に宇宙船が地球に墜落し、地元の人に捕らえられるまでに人類に紛れて暮らしていた、ドロパの訪問者の物語が記されているとされています。しかし、このような出来事が実際に起こったという具体的な証拠はありません。この物語は1960年代当初複数の記事で公開されましたが、どれもどこかうさんくささがありました。関与した人々、考古学者、教授、彼らが勤めていたとされる大学ですら何の記録の痕跡も残していないのです。またチベットにドロプカと呼ばれる民族が存在しますが、彼らは劣気とした人間で地球外からの訪問者ではありません。そもそもドロパストーンが実際に存在したという確固たる証拠は全くありません。中国の人里離れた地域には、バイゴンパイプとして知られる奇妙な環状のものが存在します。1996年、ある地元の探検家が、バイゴン山や近くの土村湖の岸辺から突き出ているパイプを発見。一部の人々は、それが古代の地球外惑星からの訪問者の仕業だと考えました。パイプの材料を調査した結果、ほとんどが一般的な鉱物だったのですが、8% を占めたのは、謎の未知の物質。
専門的な調査結果、このパイプは人類が存在する前からそこにあったことが明らかになりました。後に中国の地質学者が現場を訪れ、このパイプは時の経過とともに自然に形成されたと提案。地質構造の亀裂に堆積物が積もったり、緑豊かだった地域にでき、化石化した木の根だったという説もありますが、確実ではありません。メキシコには発音が難しい名前の神秘的なテラコッタの頭があります。これは1930年代埋葬の発掘中に発見されました。この頭はローマの像にとても似ており、なぜメキシコにあったのかははっきりしません。何らかの理由で発見者は何十年もの間これを秘密にしていました。この頭部はメキシコシティから約 64km 離れた3階建てのピラミッドで発見されました。ここには金、銅、陶器も一緒にあったということです。この頭部が本当に何世紀も前のものであるならば、ローマ人や他の文明がコロンブスがやってきた前にメソアメリカに到達していた可能性があると考える人もいます。また船が難破した後、一部の遺物や生存者が上陸したという漂流説も存在します。この像の頭部はバイキングが持ち込んだお土産だったと提唱する人もいます。しかしバイキングがメソアメリカの人々と会った確固たる考古学的証拠はありません。いくつかの遺物が存在していますが、それらがコロンブス以前に接触があった確かな証拠だとして認められたものは一つもありません。つまり頭部がなぜこの場所にやってきたのかという謎は未だに解決されていません。ルーマニアの川沿いで溝を掘っていた作業員たちがアイウドのアルミウェッジとして現在有名なくさびを発見しました。そのすぐ近くにはマストドンの骨も見つかっています。これは象の遠い親戚で1万1000年前に生息しており、そのくさびもおそらく同時代のものだと考えられます。興味深い点は、これが1800年代に発見された金属、アルミニウムでできていること。アルミニウムを製造するにはかなりの熱が必要です。またそのくさびは数百年間存在しただろう厚い酸化層で覆われていました。そのようなことから、このくさびは他の惑星から宇宙船で墜落したに違いないと考える人々もいます。これは全てが偽物だと信じる人や、人間が作った未知の目的を持つ物体だと考える人もいます。コステロをご紹介しましょう。彼はブラジルリーフタコ。でもコステロは普通のタコではありません。科学者たちは彼が悪夢を見ているのではないかと疑い始めたんです。なぜなら彼は寝ている間に色を変えたり、激しい動きをする、水を吐き出したり、さらにはインクを放出することもあったからです。そこでしばらくの間コステロの研究が決まりました。彼の睡眠中の行動はストレスと恐怖によるものと似ていました。研究から彼は時々不気味な鮮明な夢を見ている可能性が浮上したのです。たった一匹のタコですが、これらの可愛い海中生物は知能が高く、時には人間のような行動を示すことで知られているので、彼らも私たちのように夢を見る可能性が十分にあります。コステロの場合、フロリダキーズ沖での厳しい時期の記憶に悩まされているかもしれません。不運なコステロは過去に捕獲される前、捕食者によって触手を1本失いました。もしかしたらそれが彼の夢に出てきているのかもしれません。この発見が証明されれば、動物と人間の知性と意識の捉え方が変わるかもしれないのです。植物が実は話せるんです。まあ一説ではありますが、科学者たちは植物がストレスを感じると超音波のクリック音を発することを発見したのです。トマトやタバコの植物が窮地に陥ったと想像してみてください。彼らはプチプチを割るような音を立てていますが、私たちに聞こえるには高すぎる音です。これらは超音波信号と呼ばれ、それはストレスを示している可能性があるのです。それはつまり植物が互いにコミュニケーションを取ることができることを意味し、ストレスを感じている植物は過剰反応したように振る舞い、周囲に問題を知らせようとしているということです。彼らは1時間に約30から50回のポップ音やクリック音を立てています。穏やかで健康な植物はそれほど多くありません。植物は会話するだけでなく独自の言語も持っています。植物が水不足状態だったり、茎が切られたことによるストレスを感じている場合、またはその他に何かがある場合には異なる音を発します。さらに非常に過剰反応な植物もあり、脱水症状の兆候が見える前にそれに近づいていることを知ると警告音を鳴らし始めるものもいます。
これがなぜ起こるのかは解明されていません。もしかしたらそれはキャビテーションという現象に関連しているかもしれません。これは植物の水道管で空気の泡が踊ることを意味します。この交響曲を奏でる植物にはトウモロコシ、小麦、ブドウ、さらにはサボテンが含まれます。これは農業における大発見になるはず。なぜなら我々は作物が乾いているかどうかを確認するためにこれを利用することができるかもしれないからです。つまり我々は今後は植物に耳を傾け秘密の言語を解読することになるはずです。普遍的なニュースの時間です。最近の研究で私たちが宇宙の年齢だと信じていたことが違った可能性が出てきています。過去数十年の研究成果では宇宙は約137億年前のものであるとされていました。しかし新しい研究によるとその年齢はほぼ2倍、つまり267億年前にも達するかもしれないとされています。公式の数字はまだ証明されていないので解明されていないままです。科学者たちはビッグバンからの時間を使って宇宙の年齢を測定していましたが、いくつかの星は捉えどころがなく、宇宙自体よりも古く見えることがありました。例えばメトシェラという古代の星は約140億年前のものと推定されており、それは私たちの宇宙よりも古いことになります。さらにジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がビッグバンから数億年後に非常に成熟した姿の銀河を捉えました。これらの事実は天文学者たちにとって新たな謎を提起しています。しかしこの新しい仮説は膨張する宇宙理論と疲れた光モデルと呼ばれるものを組み合わせています。これは光が宇宙の距離を横切る際にエネルギーを失うと提案しており、これを膨張する宇宙理論と組み合わせるとバン、宇宙が拡大するにつれて光はエネルギーを失うため、私たちは非常に遠く離れた場所にある超古代の星々を見ることができません。これが私たちの世界の年齢を計算する際に誤りを犯す可能性がある理由です。新しいモデルによると銀河が形成され始めた時期もさらに遡ることが示唆されています。ウェッブ望遠鏡によって観測された初期の銀河は当初考えられていたよりもはるかに長い時間をかけて形成されたとされています。この研究は科学界において大きな動揺を引き起こしています。もしこんなに大きな計算ミスが起こっているとしたら、基本的な天体物理学の原則を見直さなければならないでしょう。それは大きな飛躍であり、ほとんど全てを大幅に変更する必要が出てくるでしょう。だからこそ私たちはそれについて非常に慎重でなければならず、科学者たちがこの新理論を研究している間、私たちは結果を待つしかないのです。これらは宇宙に関する唯一のことには限りません。新しい AI 技術はすでに科学研究で積極的に使用されています。今回 AI は地球外生命の兆候を探すのに役立っています。 SETI 地球外知的生命体探査の研究者たちは宇宙のノイズをより早く、より効率的にふるいにかけるための機械学習アルゴリズムを開発しました。電波望遠鏡を星に向けることは、さまざまな信号が入り混じる天体のラジオ局にチューニングするようなものです。パルサーや電波銀河から地球起源の干渉まであらゆるものを捉えます。もちろんこの混乱の中から地球外生命体からの可能性のある信号を特定するのは非常に困難です。60年以上にわたり科学者たちはこの作業を全て手作業で行ってきました。空をスキャンし、無数の星や無線周波数を探索するのはとても骨の折れる作業でした。しかし今では AI が出てきたのです。アルゴリズムは携帯電話や電子機器からの基地の干渉パターンを認識して区別するように訓練されています。これらは宇宙データの中で基地のパターンから逸脱するもの、つまり星草の山の中から針を探すのに役立っています。そしてすでにいくつか画期的な成果が出ていて、基地のパターンに当てはまらない8つの信号を捉えています。それらが地球外生命体と確認されたわけではありませんが、将来の研究に大きな可能性があることを示しています。今度は動物に話題を戻して、さらには自然の地球を訪れます。想像してみてください。現代のカメが小さなおもちゃのように見えるほど巨大なカメたちを、最近科学者たちはこれらの巨大なカメの化石化された遺骸を発見しました。それは約8000万年前から7000万年前のヨーロッパの海域を泳いでいた海生巨大生物です。
その発見は偶然でした。スペイン北部をハイキングしていた人がピレネー山脈の近くでこの生き物の破片を見つけたんです。このカメはサイほどの大きさで、長さは約4メートルもありました。想像してみてください。この生き物は平均的な車のサイズもあったのです。それは絶滅前は特大サイズが一般的であったことを示しています。私たちが知っているカメは小さくともかなりの大きさがありますが、古代の海は巨大なカメが貝類やクラゲを食べており、それであふれかえっていたのです。この発見は巨大なカメが北アメリカにのみ存在していたという考えもできます。このカメの存在は巨大な爬虫類がヨーロッパの海域にもいたことを証明するため、これは氷山の一角に過ぎないかもしれません。そして最後に、 NASA のジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡が発見した重要なもの、宇宙で大事な要素となる炭素化合物の検出について話しましょう。メチルカチオンと呼ばれる小さな分子は些細なものに見えるかもしれませんが、星間有機化学の秘密を解き明かす手助けになるかもしれません。炭素は非常に重要です。炭素分子は星から惑星、そして私たち自身まで全てを構築する基本的な材料です。生命のための重要な成分であり、科学者たちはそれが地球上の私たちの存在をどのように形成してきたのか、そして宇宙の他の場所でも同じことができるのかを解明しようと熱心です。またメチルカチオンは複雑な炭素ベースの分子の生成に非常に重要な役割を果たしています。なので非常に遠い場所にあったメチルカチオンを発見できたということはとてもすごいことなのです。 NASA の科学者たちは若い星系で見つけました。この星系は私たちから約1350光年離れたオリオン星雲の中にあります。このシステムの星は私たちの太陽よりも小さく少し弱いですが、近くの熱くて若い大質量の星から強烈な紫外線を浴びています。そんな強力な UV 放射が複雑な有機分子を破壊するかもと思われるかもしれません。でも研究チームは実際にはこれらの炭素化合物の形成を促進するかもしれないと考えています。もしかするとより強力な星やその狂気じみた放射レベルが実際には生命のエネルギー源として機能しているのかもしれません。それによって化学的連鎖反応が引き起こされ、複雑な炭素物質、例えば植物や動物などが生まれるのです。またしても新たなパズルのピースを見つけた気分ですね。タイ北東部に森の海を泳ぐ言われてきた巨大なクジラの群れが存在します。もちろん本物の生き物ではなく、7500万年前に形成された岩の一部です。昔々タイのこの地域は砂漠でした。地殻の動きによって砂岩が盛り上がって興味深い山が出来上がったのです。山の小道を1日かけて歩く覚悟があれば行き着くことができるこの場所は観光客からの人気を集めています。クジラの背中までたどり着き、永遠に続く緑の海を目にしたら、その人気の理由がお分かりいただけるでしょう。ハイキング中には滝や様々な変わった動植物に出会うことができ、頂上からは隣国のラオスまで見渡せてしまいます。外観はまさに並んで泳ぐクジラのようで、スリーホエールロックと呼ばれているのも頷けます。巨大なクジラの頭の上に乗って眺めるタイなんていいですね。2011年3月、カナダの鉱山での採掘作業中、作業員が衝撃的な発見をしました。なんとほぼ完璧に保存されたノドサウルスの検体が見つかったのです。絶滅したこの恐竜の体重はおよそ1360キロで、身長は 5.5 メートルあります。1億1000万年前のものであるにもかかわらず、ノドサウルスの保存状態はとても良く、体を鎧のように覆っている鱗状の皮膚がはっきりと見えます。かなり手のかかる1年間の作業の末、この素晴らしい発見を掘り出すことに成功しました。化石は2017年にカナダの博物館で公開されました。驚くべきことに、皮膚の分析によってノドサウルスは現代のヤモリやガのように擬態することができたかもしれないということが明らかになりました。それに加えて背骨と鱗のおかげで、ノドサウルスは歩く戦車のような存在だったようです。現在でもまだ研究が進められているこのノドサウルスは最も重要な化石の一つと言ってもおかしくないでしょう。新たな情報によって過去の謎が明らかになっていくかもしれません。ボイニッチ手稿は世界で最も謎の多い古文書です。1912年に発見されてから謎に包まれたままになっています。奇妙な植物、未知の物体、星座などたくさんの絵が描かれています。
しかし最も面白い部分はその言語、使用されている言語は完全に解読不可能なんです。何が書かれているのか、誰が書いたのか、どこで書かれたのか一切分かっていません。実際に使われていた言語だったのか、この古文書のためだけに作られた言語なのかも謎です。書かれている植物の絵もなかなか興味深いものでしょう。古文書に書かれた植物は植物であることは判別できるものの、今までに発見されているどの種にも当てはまりません。イギリスの応用言語学の教授は一部の文字を解読することができたと主張していますが、この文章に関するそれ以上の情報は何も分かっていません。オーストラリアに行く機会があればクイーンズランドのミステリークレーターを訪れてみましょう。バンダバーグとジンジンの間に位置するこの場所はオーストラリア一の不可解な発見の一つといえます。オーストラリア一とは相当ですね。1971年、ズッキーニとジャガイモを栽培していた農家が所有していたこの土地、農家が自分の畑を広げようと工作中、掘るたびに巨大な石に激突したんです。農家が岩をよく見てみると、そこにあったのは海洋生物の化石と不思議なクレーター。発見したものを地質学の教授に調べてもらい、相談を受けた教授らによって岩の研究が始まりました。地質学者たちが近隣の採掘を始めると、巨大な砂岩の層とクレーター全体を覆っている黄土色のシミを発見します。合計35のクレーターが見つかり、岩の層はおよそ2500万年前のものであると推定されました。この謎を研究した科学者たちは、温泉、海洋活動、隕石がこのクレーターが形成された原因である可能性が高いと判断しています。バンダバーグとジンジンの町を命名した人ってどんな人たちなんですかね。面白い名前だな。アンティキティラ島の機械は現在でもその素晴らしいデザインで科学者たちを困惑させている古代のコンピューター的なものです。2000年ほど前、アンティキティラ島の沖合でギリシャ船が難破。難破船は1900年に発見されて、ここから古代の工芸品が回収されました。考古学者たちが難破船から発見したものを分類していると、他のものとは異質なものに遭遇します。難破船は古代のものであるはずなのに、技術的にかなり進んでいる機械を発見したのです。この機械は計算機として機能し、時間、星の動き、日食、月の満ち欠け、オリンピックなどのイベントの開催日までの時間をかなり正確に追うことができます。これほど進んだ技術が古代ギリシャの難破船から出てきたことは説明のしようがありません。ヨーロッパで歯車時計が製造されるようになる14世紀になるまで、このような仕組みは一切存在していませんでした。それよりも1400年も前に、どうやってこのような機械が作られたのでしょうか。アンティキティアでの沈没と計算機の喪失によって技術の進歩が数百年遅れたということもあり得るかもしれません。さて、黒海の近くにあるコーカサス山脈は人類の影響をあまり受けていないヨーロッパでも数少ない場所の一つでしょう。とはいえ、考古学者たちはこの地域でたくさんの古代の巨大建造物を発見しています。史跡墓と呼ばれる家のような建造物には、宝石、銅製の道具、さまざまな陶器などが見つかっています。誰が建造したのか、何のために作られたのか、本当の目的は何なのかということを考古学者たちは解明することができていません。岩の建造物は大きな石を屋根として2つの岩に支えられており、重なり合った岩の壁は片側だけに穴が開いています。中に入っているものを密閉するための岩でできた栓も発見されました。この岩の形成の何が不思議かというと、類似の岩が見つかっているのはコーカサス山脈だけではないのです。オーストラリア、韓国、コロンビア、アフリカ、フランスなどの世界各地で見つかっています。目的が不明なため、科学者たちは推測するしかできません。1947年の中国の始皇帝陵は大きなニュースになりました。墓の入り口は8000体の兵馬俑によって守られています。ほとんどの兵馬俑は武士俑で、一人一人表情が異なります。実物大の馬俑や銅馬車も発見されました。備えあれば憂いなしって。何が不思議なのかというと、始皇帝陵にはまだ誰も入ったことがないエリアがあるという点です。エリア全体が不安定なため、考古学者たちは遺跡に入ることを躊躇しているのです。中に何か驚くべきものが隠されているかもしれませんが、素晴らしき歴史遺産を失うリスクを犯す勇気のある人はいませんよね。最終的にはより理解を深める目的で、未開拓の墓のエリアに小さなロボットを送り込む予定です。それが実現するまでは、秘密の解明までもう少し辛抱する必要がありそうです。コスタリカ南部にて不可思議な岩の球体の集まりが発見されました。同じエリアに300体以上が点在しており、ものによっては直径が 2.1 メートルもあります。その目的もどのように作られたのかも分かっていません。
一つはっきりしていることはその材質、火山岩である斑嶺岩です。岩を完璧な球体に掘るにはかなりの時間と労力を要したはずです。現在は絶滅してしまった集団が道具をほぼ使用せずに制作した可能性があると研究者たちは考えています。最もありそうな説は、巨大な岩の角を取るために小さな岩を使用し、砂を使って表面を滑らかにしたという説でしょう。天文的な目的を持っていた、あるいは道しるべとして使用されていたなどと信じている人もいますが、真相は不明です。これらの岩の意味は、作り出した人たちと共に失われてしまったと言えるのではないでしょうか。日本最南部の沿岸沖、台湾から120キロの地点にあるのが与那国島海底地形。観光客を連れていくための新しいダイビングスポットを探していた地元のダイバーによって1986年に初めて発見されました。ピラミッドのような巨大な階段を見て、ダイバーは海底都市を発見したと思ったそうです。この建造物はアトランティスのような伝説的な太平洋の文明の証拠であると考えている人たちもいます。岩には印がついていて、採石作業の跡を示唆しているように見えます。岩には人間や動物の消えかけた絵が刻み込まれていると主張している人もいます。しかし、どの主張もしっかりとした裏付けが取れていません。多くの専門家は、この地形が自然のものであり、岩の対称性は誇張されているだけであると考えています。岩は報道されているほどまっすぐには整っておらず、掘り出されたブロックというよりは自然の岩のようなのです。はっきり言ってしまえば、海底に沈んだ文明のように見えるのはただの偶然です。トルコにて世界最古であると考古学者たちが考えている建造物が発見されました。専門家によれば、1万年以上前のものだそうです。古代の農耕コミュニティだった地域に見つかったのは 5.5 メートルにも及ぶモノリス。社交行事や儀式のために使用されていた可能性が高いとされています。その真相はあまりよく分かっていません。これらの巨大な岩は人間の手によって形成されているように見えます。動物の絵が彫り込まれているのです。近くには住居のようなものの形跡も見つかっており、これらの建造物は現代文明への移行の始まりを示しているのかもしれません。金馬屋の工芸品は今まで発見された人工物の中でも異質です。最も興味深い点は、現代の飛行機にびっくりするほど類似しているという点。空気力学に基づいた形で、現代の科学者たちはこのデザインを実際の飛行機の設計に利用できるかもしれないと考えました。1994年、2名の航空技術者がこの工芸品をもとにして大型の模型を製作。このデザインは現代のエンジンさえ搭載すれば飛べるということが証明されました。これらの物体がライト兄弟による初の飛行機より何千年も昔に存在していたというのは驚きです。世界には興味深い謎が溢れていますね。私が人生で一番興奮した発見は、古いジャンパーに入っていた10ドル札でしょうか。でも中には数世紀前の地下都市を発見したり、偶然の発明で億万長者になった強運の持ち主もいます。ベルクロは日課である森の散歩中に偶然生まれ、ケロックのコーンフレークが誕生したきっかけは欠けた歯。プレイドーも潰れそうな会社を偶然救ってくれました。1998年、電気技師であるジョン・ウィリアムズは地面から飛び出た電気プラグのようなものを見つけました。掘ってみたところ、それが小さな岩にくっついていることが分かりました。それが見つかったのは北アメリカのど田舎。都市部からはほど遠く、工業団地、空港、工場、電気系の工場からも遠く離れた場所でした。この電子機器を組み込んだ硬い花崗岩はエニグマリスというニックネームが付けられ、50万ドルの価格がつけられました。一部の科学者はウィリアムズが主張するような宇宙人が残した記念品ではなく大掛かりないたずらだと確信しています。しかし、この石の発見者はこれが本物の古代技術の一部、例えば電気コネクタのようなものだということを証明したいと考えました。これが偽物でなければ、この小さな発見は大昔の人類、あるいは文明か、私たちが考えていたよりもはるかに進んでいた証拠になり得ます。19世紀に人間が発明するよりはるか以前に電気を伝達する方法を知っていたのかもしれません。発見者は科学者たちに石を割ることなくこれが何かを調査してほしいと提案したのですが、そのような調査をしてくれる人はいませんでした。ウィリアムズがエンジニアと地質学者に尋ねたところ、電子部品に接着剤の痕跡がないことが確認されています。また、
これは溶接もされていないため、岩石と同じくらい古いはず。つまり地質学的な分析によれば約10万年前のものだと考えられます。ジョン・ケロック博士は健康的な生活を哲学としていました。つまり運動習慣、マッサージ、水分をたっぷり補給し、悪い習慣を避け、カフェインの摂取を控える、肉も避けるといったものです。19世紀の終わりに彼はミシガン州の健康機関を引き継ぎました。さて、彼は小麦粉、オート麦、コーンミールを混ぜ合わせています。全粒穀物を高温で焼くことで胃によく健康的だと考えました。彼はこれらを混ぜて2度焼き、まずクッキーを作ったのですが、それを食べた患者の歯が欠けてしまったのです。そのため彼はそれを小さな欠片に割ることにしました。ケロック社のコーンフレークがどのように生まれたかについては様々な説が知られているため、実際の起源を知るのは困難です。ケロックの妻エラと彼の弟ウィル、また他の家族や療養所のスタッフも自らがコーンフレークの誕生に関わっていると主張しています。会社では1898年のある夜に全てが始まったと伝えられています。小麦ベースのシリアルの生地が長時間放置され、その過程で発酵が進みました。この少しカビた生地を薄く伸ばすと、大きくて薄い完璧なフレークができ、オーブンで焼くとカリカリで美味しくなったのです。その後数年間、ウィル・ケロックはレシピを改善し続け、よりサクサクで美味しいフレークを作る材料がコーンだと発見します。その後ケロック社のコーンフレークは数十億ドル規模の企業に成長しました。スイスのエンジニアジョージ・ド・メストラルはある日、犬を散歩している時に後に宇宙に飛び立つこととなるコンセプトを変えります。森から帰ってきた時、ド・メストラルは彼のズボンと犬の毛に細かなトゲを持つオナの実がたくさんくっついていることに気づきました。彼が顕微鏡の下でそれを調べてみたところ、衣類や毛皮に引っかかるような小さなフックの形をしていることに気づきました。彼はその自然な技術を再現し、実用的で多用途な超強力留め具をデザインしようと決意。数年間かけて様々な素材を試し、最終的にはナイロンを採用。また適切なサイズ、形状、密度で繊維を織り込むことができる特殊な織り機を設計する必要もありました。で、メストラルは14年もの年月をかけて、フランス語でベルベットとフックを合わせたベルクロを世界に送り出します。彼はこの発明が衣類に使われているファスナーの代わりになると考えていたのですが、ファッション界には安っぽく魅力的には映らなかったようです。しかしそうは考えなかった NASA は1960年代、宇宙飛行士の宇宙服やヘルメットにベルクロを採用。現在では靴やおもちゃ、航空機の座席クッションまで様々な用途で使われています。20世紀の中頃までほとんどの家は石炭で暖を取っていました。しかし家中がすすでまみれ、特に壁紙は目立って汚れました。クトル社は壁紙クリーナーの販売の最大手だったのですが、50年代、多くの人々がガス、石油、電気製品を使うようになると、すす汚れはもう問題にはならなくなります。クトル社のオーナーは何とか商売を立て直そうと考えていました。その一方で彼の義理の姉が壁紙クリーナーがクリスマスのデコレーションに使えることをたまたま読んだのです。彼女は幼稚園の先生なのですが、子供たちにとって粘土は扱いづらいものでした。そこで彼女がこの製品を作っていろんな形を作ってみたところ、うまくいったのです。彼女はその発見を親戚に話し、プレイドーという商品名も提案。これが倒産数年のクトル社の絶好の新ビジネスとなったのです。やがてデパートのメイシーズとマーシャルフィールドがこの新しいおもちゃに興味を持ち販売を開始。プレイドーは当初白色しか売られていませんでしたが、すぐに赤、青、黄色も展開していきます。元のレシピにはいくつかの変更が加えられましたが、素材は主に壁紙の清掃に使用されていた当時のものと変わりません。ちなみに今までに作ったプレイドーすべてをファンファクトリープレイセットに通すと、地球を300回巻きつけるヘビができるという都市伝説があります。
あるトルコの男性が自宅の改装中にハンマーで地下室の壁を壊しました。するとその壁の後ろには古代の地下都市に続くトンネルが出てきたのです。そのトンネルは別のトンネルへと続き、広間や部屋へとつながっていました。実はこれ地下18階建ての複合的な建築で、すでに誰も住んでおらず、何年も前に完全に放棄された地下都市だったのです。これは数千年前に建てられ、最大2万人が住むことができたデリンクユという地下都市。これを建築した者は非常に高い技量を持っていたことがわかります。というのも、柔らかい岩にトンネルを掘るのは比較的容易ですが、崩壊する大きなリスクが伴うからです。デリンクユの床は一度も崩壊したことはありません。この都市は1万5000以上のシャフトを持つ複雑な通風システムを備えています。上層部には最高の換気設備があり、居室や寝室として利用されていました。下層部は主に貯蔵用として使われていましたが、地下牢もあったようです。他にも家畜のスペースや学校、修道院、小さな教会などもありました。ジョン・マーチンという林業の教授は、ある夜ウィスコンシンの森を探索していました。彼は紫外線に当たると輝く苔、菌類、植物、カエルを探すためにあたりをブラックライトで照らしていました。その時突然モモンガが鳥の餌台で鳴いているのを聞き、ブラックライトをその方向に向けたところ、モモンガがピンク色に光ったのです。教授はそれを同僚に告げ、さらに詳しく調査することに決めました。彼らはモモンガの皮膚がピンク色に光るのが普通のことなのかを確認するため、博物館でモモンガの皮膚を調査。彼らが見たほぼ全てのモモンガの標本が同じような蛍光ピンク色を放つことが判明。普通のリスはこのような蛍光色にはなりません。紫外線で蛍光色に光る動物、例えばパフィンやカメレオンはブラックライトを当てると青く光ります。蛍光の毛皮を持つ哺乳類は約20種類のオポッサムのみ。オポッサムとモモンガは異なる生態系に生息し、異なる食事をします。共通点は夜行性であるということだけ。普通のリスは昼間活動します。微弱な光の中にも十分な紫外線があり、夜行性の動物は紫外線を見る必要があります。このピンク色の輝きは特に寒冷で雪が多いとき、夜間を見たり動き回ることに関係するのかもしれません。あるいはそれをオスのモモンガがメスを引きつける方法なのかもしれません。あるいは模倣の一種である可能性もあります。ラパヌイ、別名イースター島へようこそ。ここは広大な太平洋にある小さな島で、チリの海岸から3540キロも離れており、有名なモアイ像で知られています。この場所は世界で最も神秘的な文字体系の一つ、ロンゴロンゴの故郷でもあります。それは27個の小さな木製板に残されており、歴史家たちは長い間その歴史について議論してきました。今ようやく真実が明かされるかもしれません。人間がこの島に初めて足を踏み入れたのは12世紀のことでした。何年もの間この島はラパヌイ人の故郷でした。彼らは太平洋で孤立して生活していましたが、1720年代にヨーロッパ人が大量の問題とともに上陸し、ごく一部の先住民だけが生き残ることができました。19世紀後半、宣教師のユージン・エイローが島を訪れ、複雑な記号が彫られた木製の板を発見しました。彼はそれらの素晴らしさを称えただけでなく、島には何百もの板が存在し、全ての家庭で見られると述べました。残念ながら全てが現在に残されたわけではなく、私たちが手に入れたのは27点のみです。一部は激しく風化し、焼けるなどの損傷を受けています。現在この板は世界中の美術館や個人コレクションに散らばっています。ヨーロッパ人は一部の板をタヒチに運び、そこからヨーロッパに運んだため、イースター島には何も残されませんでした。4枚の神聖な板はローマの集会所に残され、最近になって発見されました。長きにわたり歴史家たちはこの文章体系が島民によって作られたものなのか、ヨーロッパ人から借りたものなのか議論してきました。そこで真実を突き止めるため、放射性炭素年代測定と呼ばれる技術が使われたのです。
すべての有機物、例えば木や木炭などは炭素14と呼ばれる微量の放射性炭素を含んでいます。生命が終わると物体は炭素14の取り込みをやめ、残っていた分が時間とともに減衰していきます。サンプル中の炭素14の残量を測定することでどれくらい古いものかを推定することができます。これが多くの化石や遺物の年齢を調べる方法です。彼らはいくつかのロンゴロンゴ版の年齢を調査しました。そのうち3つは18世紀または19世紀に成長した木から作られており、ヨーロッパ人の到着と一致します。しかしヨーロッパ人が初めて島を訪れた時期より古いものもありました。ラパヌイ人がこの文字体系を作り出したと考えられる理由が2つあります。まずロンゴロンゴはヨーロッパ言語とは違うルールを持ち、解読はかなり難しいタスクです。英語と違い、この言語は400以上のユニークな記号でできており、他のどの文字体系にも似ていません。この言語を解読する試みは何度も行われましたが、成功したものは一つもありません。そして2つ目、板の一つは15世紀頃のものとされ、これはヨーロッパ人が訪れる前の時代です。しかし放射性炭素年代測定は板に使われた木の伐採時期を教えてくれるものであり、文字が書かれた時代までは教えてくれないのです。そしてサンプルはたった一つの板だけであり、これだけで作られた時期について確信することはできません。そもそも切った木を200年以上どこかに保存し、ある日突然何かを書くためだけに用いるなんてことがあるでしょうか。しかし人類学者や歴史家たちはそれも可能だと言っています。木材資源の不足によって古い流木を再利用したと考えれば、文字が書かれた時期が伐採から何世紀も後になることもあり得るのです。これは考古学では古い木の問題として知られています。さらにこの板は非常に保存状態が良く、木材を傷める虫や湿気などから守られていました。だからこそ何世紀にもわたり残ってきたのです。何が書かれているかは不明ですが、おそらくラパヌイ族にとって重要なものだったのでしょう。これら全ては推測に過ぎませんが、科学者たちは慎重かつ楽観的です。彼らはロンゴロンゴがシュメール人やエジプト人のような独立して発明された初期体系の一つだと信じています。しかしより多くの証拠が必要です。ラパヌイ語でロゴロゴは暗唱する、演説するという意味です。全ての人がこの文字を書けたわけではなく、選ばれた少数だけが可能でした。おそらくイースター島のエリート、主に男性を中心にこの言葉を理解し読むことができたのでしょう。植民地化の後、彼らは誰も生き残ることができず、それが原因で我々は今頭を悩ませています。学者たちはそれがどの種類の文字か合意できておらず、これが彼らの言語であったかすら確認できていません。たとえそれが彼らの言語だったとしても、その字が原始的な形式の書き方なのか、完全に発展したシステムなのか、わからないままです。1990年代、言語学者のスティーブン・ロジャー・フィッシャーは自身がロンゴロンゴの構造を解読したかもしれないと考えました。彼はこの板は宇宙創生論を伝えていると言います。宇宙創生論は宇宙がどのように創造され、自然現象がどのように生じたかを説明する物語です。それらはしばしば東ポリネシアのような古代の伝統と文化から来ています。板には世界がどのように始まり、全てのものがどこから来たのか、星や山といった自然がどう形成されたのかなどが書かれていたかもしれません。これならエリートだけがその文字を書けた理由も説明できます。フィッシャーはロンゴロンゴが表意文字と組成文字の仕組みを混ぜたものだと考えました。つまり一部の記号は話し言葉を、他の記号はアイデアや概念を表現するというものです。しかし解読するのは非常に困難でしょう。なぜならそれには広大な記憶と文脈の理解が必要だからです。これらの記号は完全な表現というよりはヒントに近いものです。しかし言語の専門家たちは彼の考えに異議を唱え、彼が理論を組み立てた方法に問題があると述べました。残念ながらフィッシャーはこの仮説を証明することができませんでした。ひょっとするとこれはただの絵かもしれません。板には人々や動物、植物、幾何学的な形などを認識できるものがいくつか見受けられます。そこには鳥もいて、うち一つはラパヌイの人々が紙マケマケと関連付ける軍艦鳥のように見えます。その他魚やムカデのように見える文字もあります。これらは単なる芸術や装飾の形かもしれませんが、いくつかの問題があります。この文字には高度な複雑さと構造が示され、同じスタイルが保たれています。
例えば手を挙げた人間のようなものを示すいくつかのシンボルがあります。唯一の違いは頭部が異なることです。それだけでなく、このユニークな書き方はブーストロフェドンというシステムを使用しています。これは行が交互に上下逆さになることを意味し、他のどこにも見られない形をしています。なぜ行ごとにタブレットを逆さにするのかは分かっていません。全てが示すのは、彼らがこの記号の背後に何らかのシステムと秩序を持っていたということです。さらに彼らはこれらの板を毎日実用的に使用していたようです。しかし未来には希望があります。 AI や他のプログラムのような新技術は失われた言語を理解するのに役立つかもしれません。すでにボイニッチ思考のような謎を解明するのに役立つアルゴリズムが作られ始めています。学者たちは2020年のベスビオチャレンジで古代ヘラクレアヌムの巻物の謎を解明しました。巻物は79年のベスビオ火山の大噴火で火山泥に埋まってしまいました。これらの巻物は非常に壊れやすいため、解読は非常に困難となるでしょう。しかしデジタルスキャニングと機械学習を用いることで、その作業はずっと楽になります。巻物は豊かな歴史を持っています。おそらくエピクロス派の哲学者フィロデモスの個人図書館に所属していたと思われ、ギリシャ哲学とラテン文学に関する非常に重要な洞察が含まれています。解読が進めばローマ帝国のさらに豊かな歴史が学べるでしょう。パタゴニアのラグーンには非常に珍しい小さな生物のグループが存在しています。これは初期生命の形態の一種。2人の科学者ブライアンとマリアがパタゴニアのある地域を調査するまで、この生命形態は知られていませんでした。パタゴニアはアルゼンチンのほぼ半分にまたがり、ごく少数の人々が住んでいます。住民は主に川沿いに居住し、ほとんどがリンゴや洋梨、アルファルファなどを育てる農民や羊飼い、かつてはテウェルチェ族などのインディアン部族が住む荒野で、遠く離れた場所でした。今回の動画では、人類が登場するずっと前に現れた生命体の軌跡を追い、ブライアンとマリアが発見した興味深い微生物をより詳しく見ていきましょう。二人は荒れた荒野を9時間も運転し続け、やっとその目的地に到着しました。二人は住民が35人という小さな村に滞在。ここではほとんど雨が降らないので、住民はたった一つの湖に頼って生活しています。村で過ごす最後の夜、ブライアンは自分が撮影した衛星画像を見て、わずか 16km 先にラグーンが映っていることに気づきます。次の日、二人は車に乗り込み、車では走れなくなるまで道路を進みました。車で進めなくなると、残りの道のりが徒歩で続きます。強烈な日差しに対応するため、水を運びながら歩かなければならず、きつかったそうです。複数の場所で膝が塩の泥に沈み込みながらも歩き続けた結果、完全に澄んだ水がある12のラグーンを発見。その場所には強い酸性で塩分濃度の高い水と強烈な直射日光以外はほぼ何もありません。しかしこれは大昔の地球の環境要因のようで、まるで時間を遡るような旅でした。ブライアンがラグーンを調査したところ、驚いたことに珍しい微生物が多数発見されました。この微生物は顕微鏡なしでは見えないほど小さいのですが、集まって大きなグループを形成します。過去、例えばシアノバクテリアのような多くの珍しい種が存在していました。これらは酸素を生成したため、当時かなり重要でした。地球の初期段階において大気中に酸素はあまりなかったからです。最初のストロマトライトは必ずしも酸素を生成しない様々な種類のバクテリアで形成されていたかもしれません。ただ平穏に生存していたのです。層を形成し、少しでも日光を浴びるためにどんどん上の層が積み重なっていきました。砂や粘性のある液体を利用し集まっていたようです。ブライアンはそれが今まで見た中で最も大きな生きたストロマトライトだったため、非常に驚いたようです。生きたストロマトライトは通常高さが1メートル以上に成長します。しかし新たに見つかったものは幅5メートル、高さは数メートルと、他の場所に生息するものに比べて巨大。そして化石化したものはさらに巨大でした。その昔、これを食べたり傷つけたりできる種があまりいなかったため、今よりも大きく成長することができたのです。
また現在ではストロマトライト以上に早く巨大に成長する生物が他に多く存在するため、生息地がそれらに占有されます。そのためストロマトライトは他の生命がほとんど生存できない希少な場所、例えば標高3650メートル以上で塩分濃度が非常に高いラグーンのような場所でしか生き残ることができません。このような場所がプーナデアタカマにあります。そこで見つかったストロマトライトは特に有名。というのも、それが地球史上初の生命の一例かもしれないからです。しかし実際、これは地球史上初の生命形態ではありません。その化石は最も古いもので35億年前のものですが、他の証拠からは地球上の生命は約41億年前に出現したと分かっているからです。もしかしたらその頃にも一部のストロマトライトが生息していたかもしれません。しかしその後の地球は大きく変化し、それが生息していた可能性のある場所は残っていません。これは一見大したことではないように見えるかもしれません。これまでに見たことのないような珍奇な生物が発見されたわけではないですからね。しかしこのようなことが宇宙のどこかで生命を探す時に起こるかもしれません。火星の研究者はこの場所にたびたび訪れます。なぜならここでの風景は大昔の火星の姿に似ている可能性があるからです。もし火星の古代岩石に化石が隠されていたなら、このストロマトライトに似ているかもしれません。他にもかなりの僻地で地球の秘密が明かされた例があります。それは氷の下に古代の失われた世界が見つかった南極。南極は昔から孤立した凍えるような雪と氷の大地ではありませんでした。かつて南極は現在の南アメリカ、アフリカ、オーストラリア、アラビア半島、インドア大陸とともにゴンドワナ超大陸を形成していました。しかしある時点で南極は分裂し、独り立ちしています。他の大陸も移動し始め、その結果、海岸線が形成されました。しかし、当時の南極は多くの点で異なっていました。そこは、生命が溢れる森林と川に満ちた地だったようです。科学者たちは、レーダーや衛星を使って、氷の下に隠された不思議な世界を探索。この古代の土地は、インド洋に近く、アメリカのメリーランド州やベルギーと同じくらいの面積だったようです。その存在は1400万年以上に遡ります。一部の研究によればこの地域は3400万年以上前に形成され、南極が極寒の地となる遥か以前のことでした。当初その気温は高かった可能性があり、パタゴニアの天候やタスマニア、ニュージーランドの寒帯雨林のようなものだったかもしれません。もしかしたらそれ以上に熱帯のようだったかもしれません。しかし気候が寒冷化し始めると、川に近い丘に小さな氷河が形成し始めました。氷がそれらを覆うと谷はさらに深くなります。そして気温がさらに低下し、巨大な氷の層が大陸全体を包み、古い氷河を隠したのです。この失われた世界は一部で氷の厚さ約 3.2km に達する前、遥か昔に川によって形成されました。この地域を科学的に研究したところ、かつては高地と山々が多かったことが判明しています。南極に形成された氷がこの地域全体を非常に寒冷にし、風化することもできないほどでした。つまり何百万年もの間、全ての氷の下で手つかずのまま何も変わらずに留まっていたということです。面白いのは、私たちはこの氷で覆われた土地について火星表面よりも知らないということ。これをさらに調査する方法の一つが、この氷の層を掘り、下にある堆積物のサンプルをチェックするという方法。このような調査で氷の下に凍結した古代の植物や動物についてわかるかもしれません。これは新しい方法ではなく、同様の手法がグリーンランドで200万年前のサンプルを収集するために用いられています。オーストラリアにも秘密の世界が存在します。大陸北部で見つかった約16億年前の岩石に隠された古代の生物が発見されました。この微生物は真核生物の一種。現存する真核生物には植物、菌類、動物、そしてアメーバのような単細胞の微生物などが含まれます。人間を含み細胞内に核を持つ全ての生物は真核生物の大昔の祖先に由来します。その一つが最後の真核生物共通祖先と呼ばれ、12億年以上前に生息していました。
この古代生物は細菌よりも複雑で大きかった可能性があります。おそらく地球初の捕食者で細菌を飼っていたのかもしれません。なんと地球にある大陸は7つではなくもっとあるようです。失われた大陸アルゴランドは地球が将来どう見えるのかを理解するのに役立つかもしれません。その大陸がどのようにして失われどのような秘密を持つのかを知りたければぜひ動画の続きをご覧ください。地球の謎に興味はありますか？科学者は1億年以上も前に消滅した大陸を探しています。地球の歴史は常に探索されているのでわざわざ記事にするほどでもありません。これが海の中央に存在した小さな島だったのではないかと思ったら大間違いです。なぜならこの大陸はかつてはアメリカ全土に匹敵するほどの大きさだったのですから。現代のオーストラリアの大部分が消えてしまったのかどうか地質学者たちは長い間疑問に思っていました。一部の学者はそれが海底のどこかに隠れているのだと信じていたようです。しかしオランダの専門家が7年間調査した結果この失われた大陸の断片が東南アジアの豊かなジャングルの下にあることが今では分かっています。現代の地理の教科書で見る大陸はパズルのピースが散らばったようなものです。確かめてみたかったらいい方法があります。まずインターネットで世界地図を見つけて印刷します。すべての大陸を切り取っていろいろ試してみてください。すべてがぴったり合わさりますから。多分一番びっくりするのは南米大陸がアフリカ大陸にぴったりフィットすることではないでしょうか。過去2億年に形成された海をすべて埋めてみると大陸は巨大な C 文字のように見えてきます。この C が超大陸パンゲア、それはパンタラッサと呼ばれる海に浮かんでおり C の内側にはテティスと呼ばれる小さな海もあったということです。この小さな海がさらに興味深いんです。この失われた大陸はジュラ紀においてはアルゴランドと呼ばれるようになりました。オーストラリアに穴を残して消え去り現在ではアルゴ深海平原として知られています。地質学者たちはこれが沈み込みと呼ばれる過程で生じたものだと当初考えていました。沈み込みとは地球のプレートの一部が別のプレートの下に潜り込んで最終的に消失し再び地球のマントルになる過程のことです。通常大陸の消滅は剥ぎ取りを通じて追跡できます。例えばインドがどうやって東アジアに衝突し壮大なヒマラヤ山脈が生まれたかを知る手がかりとなりました。しかしアルゴランドについてはもう少し複雑でミャンマーやインドネシアでアルゴランドの鉱石が見つかっているのです。しかしその鉱石は時間を旅する異物のようにアルゴランドがオーストラリアから分離したとされる時期よりもずっと古いものだと考えられます。これはすぐに疑問を呈しました。一つの大陸がこれほど奇妙な振る舞いをするのなら他にいくつの大陸が同様の振る舞いをしているのだろうかと。幸い科学者たちは今アルゴランドのタイムライン全体をまとめその謎を解明しました。アルゴランドは沈んだり消えたりしたのではありません。それは島々を意味するアルゴペラゴとなりバラバラにマイクロ大陸となりオーストラリアから分離していったのです。このマイクロ大陸は東南アジアのジャングルに定住する前に少し旅をしました。この発見はパンゲアのパズル全体にぴったりと収まります。一つの発見から大陸がどう分裂し結合するのかよりよく理解することができました。これがかつて生物多様性と気候がどのようだったのかを明らかにします。ところで歴史文明または生活にまつわるいろんなトリビアを知りたければ動画を高評価してチャンネル登録もよろしくお願いします。例えばインドネシアにある動物の分布を示す架空の境界線の謎、これはウォーレス線と呼ばれイギリスの探検家アルフレッド・ラッセル・ウォーレスにちなんで名付けられました。
150年以上前、ウォーレスはマレー群島を巡る旅の途中、何千もの島を訪れています。その時彼はこの架空の境界線の片側の動物は反対側の動物と大きく異なることに気づきます。この架空の線は例えば有袋類とトラ、蜜水とトロゴンほどはっきり分かれていたのです。しかし現在は約3500万年前にオーストラリアが南極大陸から切り離されアジアと衝突したことが分かっています。そしてこの大陸間の三角関係は大きな変化を引き起こしました。それはただ土地の見た目を変えただけでなく、ウォレス線の両サイドに生息する動物の種も混乱させています。最近一部の専門家は大陸の衝突と気候の混乱のおかげでアジアの生物種がマレー諸島で快適に生息できたという研究を発表しています。一方オーストラリアの動物たちは新しい環境があまり好きではなかったようです。一部の動物にとってはあまりにも暑すぎ、かつ湿度も高すぎ、また一部の動物は熱帯の島の生活環境に適応できませんでした。大陸がアジアへ移動したというこの発見は、説明がつかなかったある人種に関する最近の発見を説明してくれるかもしれません。実はフィリピンの隠れた洞窟で考古学者たちは新たな人の祖先を見つけたのです。約5万年前、ルソン島には古代の人類のような種が存在していました。主任研究者はこの発見がアジアでの人類の進化を理解するのに重要だと考えています。この新種の人類は島の名前を取ってホモ・ルゾネンシスと名付けられました。ここで少し混乱が起こります。考古学者たちが発見した骨格には一つ小さな問題がありました。その骨格には他の原人では見られなかった特徴が混ざり合っていたのです。私たちと似たより小さな歯を持っていましたが、手と足は古代のヒューマノイドの祖先のようでした。特にその交代した足がこの人類を遥か昔の南方の土地と結びつけています。彼らはアウストラロピテクス、アフリカヌスのような原始的な外見を持っていたのです。しかしこの2種は時間と進化によって200万から300万年間離れているはず。ホモ・ルゾネンシスは本当に新種なのかと多くの専門家が疑問に思いました。みんなが納得してはいません。しかしこれは大陸が絶えず移動することが生物にも影響を与えていることの説明となるかもしれません。私たちの一生の間に大陸の変化があまりなかったからといって大陸が今後も永遠にこうであるとは言えません。大きな超大陸が進化してきた大陸はおそらく将来再び同様の位置に戻るでしょう。ところでヨーロッパの大学の地質学者が超大陸の未来を予測しようとしました。彼はまず1755年にポルトガルで発生しプレートが通常とは異なる動きを見せた地震を参照しました。何年にもわたる研究の後、彼は2016年にある理論を提唱しています。彼はプレート間の縫合部が緩み始め、より大きな分裂が起こるかもしれないと考えました。ちょうど自動車のフロントガラスに開いた2つの穴と穴を境にガラスが割れるようなものです。これが起こるとプレートの沈み込み帯が地中海からアイルランドを越えて伸び、その地域に火山、地震、新たな山脈ができる可能性があります。その理論通りであれば大西洋も太平洋もなくなり、一つの大きな海洋が生まれるでしょう。そして今日私たちが知っている7つの大陸の代わりに新たな超大陸が誕生します。彼はこの超大陸をオーリカ大陸と命名。なぜならその中心にオーストラリアとアメリカが存在するからです。起こりうるシナリオは他にもあります。ノボパンギア大陸も一つの可能性です。予測は容易で、大西洋は存続しますが太平洋が消滅、アメージア大陸ができる可能性もあります。こちらのシナリオでは北極海が消滅し大西洋と太平洋は存続します。
すべては北極を中心に北へと移動しますが、南極大陸だけは例外です。最後のシナリオはパンゲアウルティマと呼ばれ、大西洋での拡大が遅くなり、新しい沈み込みプレートがアメリカの東海岸に出現します。どちらにせよ、もし将来再び全ての大陸が衝突するとしたら、なかなか過酷な体験となるでしょう。約2億5000万年後の環境は、蒸し暑く湿度の高いポリ袋に閉じ込められたような感じになるはずです。奇妙なことに、この袋、つまり沿岸地域が地球上で最も適した生活環境となるでしょう。内陸は火のついた砂漠のように暑くなるはずです。今知られている多くの動物の種は絶滅するかもしれません。人間には暑さを耐え抜くためにクリエイティビティが求められるでしょう。しかし感謝すべきですよ。さまざまな面白い理論を試すために、このようなデジタルモデルが使えるのですから。例えばこの超大陸がどう潮流を乱すのかというように、未来の宇宙旅行を考慮に入れると、このモデルは太陽系の外にある太陽系外惑星の気候を理解するのに役立つことになるかもしれません。つい最近、エジプトの考古学者たちはカイロ近郊で驚くべき発見をしました。ドラムロールをお願いします。何が見つかったかというと、エジプトで発見された中で最も古く最も完全なミイラ。これがずっと包まれたまま隠れてたんです。この4300年前のミイラは、エジプト旧王朝時代に遡るジェゼル王のピラミッドの墓群近くで発見されました。このミイラは何層もの金箔で覆われていました。また古代エジプトの役人に属する墓や、秘密の番人と呼ばれる特別な儀式を行う力を持っていた人物の墓も発見されています。もう一つ興味深い墓は作家のもので、その地域で発見された最大の像が特徴的。12以上のピラミッドと休息の地もありました。おそらく世界で最も有名なミイラの一つはハトシェプストのものでしょう。彼女は約20年間エジプトを統治し、数々の印象的な建築物を建て、新たな交易路を開拓しました。しかし考古学者ハワード・カーターが王家の谷で彼女の墓を発見した時、その石棺は空っぽだったんです。しかしカーターは別の墓で2つの棺を発見しています。そのうちの1つはハトシェプストの乳母のもので、もう1つは身元不明の女性のものでした。2006年、その謎の女性が女王自身であるかどうかを調査するため専門家チームを結成。ハトシェプストの名前が記された木箱の中から臼歯を発見し、ミイラの口の中の隙間と比較したところ、完全に一致しています。ラムセス2世も有名な支配者でしたが、歴史に名を残したのは彼のミイラの方でした。ラムセスはエジプトで最も強力なファラオと考えられており、彼の治世は69年間にも及んでいます。また彼は90歳を超える長寿を全うしました。彼の生きた時代を考えると驚異的です。ラムセス2世は100人以上の子孫を持っていたと言われています。なんという大家族。彼の亡くなった当初、彼の遺体は王家の谷に埋葬されましたが、何人かのコソ泥がその墓を盗もうと試みました。しかし当時の役人はそれを許さず、彼の遺体を安全に保つため秘密の場所に移送されています。1800年代に遡ると、ラムセス2世のミイラが他の支配者や重要な役人たちと共に発見されました。しかしそれも最良の状態ではなく、考古学者たちはパリへ移動させて適切な処置を施すことにしました。ただし彼をただ他国へ移送するわけにはいきません。唯一の解決策はラムセス2世に自身のパスポートを発行すること。彼の職業は王と記載され、その書類には彼の写真まで添付されていたんです。ミイラの肌は保湿されているとは言い難いですよね。しかしあるアジア人、タイ夫人のミイラの肌は例外です。この裕福な女性は古代の時代の人物で、1971年に豪華な墓で発見され、ミイラとしては素晴らしい外見を保っていました。彼女の墓の特別な条件、
つまり湿度や酸素不足などのおかげで彼女の遺体はほぼ完璧な状態で保存されていたんです。彼女の肌は柔らかく、髪は整っており、まだ柔軟性がありました。彼女のミイラが展示されている博物館では、彼女と共に埋葬された食器や楽器などの豪華な遺品も多数展示されています。考古学者たちがミイラをさらに調査したところ、彼女が約50歳で心臓発作で亡くなったことも発見されました。亡くなったのは約2000年以上前ですが、今でもなお歴史を作っています。1991年アルプスでエッツィと呼ばれるアイスマンのミイラが発見されました。保存状態が非常に良かったため、オーストラリア当局は当初現在の登山家のミイラだと考えていたのですが、実際は同期時代の人物だったのです。彼が発見されたのは海抜3050メートルを超える山岳地帯。彼のミイラを研究することで、同期時代のヨーロッパ生活について多くのことが分かっています。例えばアイスマンは中央ヨーロッパの出身で、肉を好んで食べたことが分かっています。また彼は関節炎、頸動脈狭窄および腸の問題に悩まされていました。そしておそらく針治療や薬草を使ってこれらの症状を治療していたと考えられます。どうやら彼は道具を使うのが得意だったようで、予期せぬ死の数日前にも道具を解いていたようです。彼がトラブルを予想していたのか、それともただ日常的な作業をしていたのかは誰にも分かりません。ミイラが有名になったのはおそらくツタンカーメン王のおかげでしょう。このファラオは19歳の若さで亡くなり、それから3000年以上が経過しましたが、彼のミイラは今でも世界で最も有名なものの一つです。1922年に彼の墓が開かれた時、多くの他の王族の墓とは違い無傷だったため、人々は興奮しました。その中には純金で作られた棺を含み、豪華な棺が見つかっています。ツタンカーメンの墓のおかげで古代エジプトの歴史を垣間見れただけでなく、彼のミイラは彼が生きた時代について多くを教えてくれました。 DNA 分析で彼の両親が特定され、歩行困難だったかもしれない稀な骨の障害をファラオが持っていたことも明らかにされました。ジンジャーはおそらく最も面白いミイラの一つ。彼は5000年前からタイムトラベルをしてきたかのように、今でも金髪と完璧に保存された爪でかっこいい状態が保たれています。ジンジャーはエジプトで発見され、最も古いミイラ化された体だと考えられています。人々がミイラ化を知る前に、彼らは体を熱く乾燥した砂の浅い墓に置いていました。砂が全ての水を吸収するため、細菌は繁殖できず、遺体は自然に保存されたのです。科学者たちはジンジャーの保存が意図的だったのかどうかは確信を持てていませんが、彼が複数の陶器の容器と共に埋葬されていたことから、彼を埋葬した人はこの保存技術を熟知していた可能性が高いと思われます。ジンジャーを直接見てみたければ、現在大英博物館で見ることができますよ。あるオランダの美術品収集家がアジアから彫像を購入したところ、奇妙な発見がされています。なんとその彫像の中にミイラが隠されていたのです。残念ながらその遺体は移動するにはあまりにも脆かったため、そこに残すしかありませんでした。一番の驚きは、このミイラが1000年以上前のもので、彫像に収められる200年前から展示されていたということです。科学者たちが CT スキャンを行ったところ、ミイラには文字が書かれた紙が詰まっていることが分かりました。専門家は彼が自己ミイラ化と呼ばれる行為を行ったのではないかと考えています。これは体を細菌に対して耐性を持たせるための特別な食事とお茶を含む非常に厳しいプロセスです。この儀式を行うことができた人はほんの一握りで、それを成し遂げた人は尊敬の的でした。ネフェルティティほど科学者や歴史家を困惑させたエジプトの女王は他にいません。彼女の像に基づくと、彼女は細い首、大きな目、そして高い頬骨で知られていました。彼女の名前の意味は若い方の貴婦人、その名にふさわしいと言えますね。ネフェルティティはファラオではありませんでしたが、かなり強い印象を残しています。文献によると、彼女は妻であり女王として非常に影響力のある立場にありました。権力を持っていたため尊敬もされてはいましたが、生涯にわたって多くの敵もいたようです。また彼女はツタンカーメンとは生物学的な関係はなく、彼のママ母でした。これまでのところ地元の人々は彼女のミイラを特定できていませんが、それが間もなく変わるかもしれません。
王家の谷で墓の発掘作業を行う地元のエジプト学者がネフェルティティと彼女の娘の可能性があると考えられる2体のミイラを発見しました。専門家によると、もうすぐこれらの2体のミイラの正体について決定的な答えが得られるかもしれません。もしもその一つがネフェルティティであると判明すれば、すごいことですよね。ミイラを DNA 分析と CT スキャンすることで、これまでに見たことがない最も完全で正確な女王のイメージを得ることができるのです。現代のエジプトに何が隠されているのか、まだ表面をかすったに過ぎないなんて驚くべきことです。ネフェルティティはエジプトが大いに力を持ち繁栄していた時代を統治しましたが、残念ながら社会的混乱の時期に亡くなり、その結果彼女の墓所は失われました。さて、ミイラはどこにあるのでしょうか。